FM93.0AM1242 日本放送です。ナイツー The Radio Show。 時刻はお昼の1時を回りました。翔太師匠、乾きみこさん、お疲れ様でした。日本放送機の皆さん、こんにちは。ナイツの土屋信之です。はい、花輪信之です。水曜パートナーのメープル超合金&ドーナツです。ナイツラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、はい、昨日ちょっとライブが終わりましてね、地下芸人ラジオ、しましたね。地下芸人ライブ、地下芸人ラジオのね、はいはいはい、100回記念ライブということで、うん、まあ、ザ・ファイナルですね。昨日で地下芸人ラジオがもう終わっちゃうんでしょ。地下芸人ラジオは一回終わります。はい、まあ、そうなんですね、はい、区切りとして、区切りとして、うん、もう地下芸人出し尽くした、区切りとして、区切りとして、うん、もう地下芸人出し尽くした。地下芸人が、いや、まだあの出しだ、なんか、あの、多すぎて、なんかもう終わんねえよと思って。先が見えなかったもん。先が見えなくなってきちゃって。なるほど。うん。それでなんか、まあ、本当に言うと体力の限界です。まあ、そうですね。千代の富士。まあ、このラジオが、そこそもラジオショーが始まったことで、もうね、一週間のラジオ量はもうすごいことになってるわけですけど、そこに、自ら始めた、近くに。自ら始めた。その時コロナだったっていうのもあって、まあ始めて、まあでも、途中で、まあ、いい時期もあったんですけど、まあ最近ね、ちょっと漫才協会の若手とか、そういうのをこう、家に呼んで、いろいろ話聞くってことも、まあやってたんですけども、まあ一回ここでちょっと区切りしようかなっていうことで、まあ、なんかリズムが崩れるんだよね。なんか生活の。夜中だもんね。そう。で、飲みに行くんですよ。行くでしょ。行けないと思って。ごちそうするでしょ、やっぱりついつい夜中まで飲むじゃん。お前どこ住んでんのって言ったら、いや、どこです。いや、どうやって帰んの、いや、とかって。あ、じゃあタクシーって言って、なんか、お金もったいないなと思ってきちゃった。全部払ってたから。そうそう。それで、やっぱり子育ても最近、ちゃんとやってるから、なんか朝早く起きて子供を送るのも、なんかその月曜日の夜中のリズムがっていうのもあったりして、でもそれでもやってたんだけど、なんか、思いっきり90円の裏だった時とかも何回もあって。ああ、YouTube の配信時間が。配信を月曜日の9時にやってたのね。で、結局その90円が月曜日になって、裏になっちゃった。だからその90円終わってからやってくださいって言われて、そうすると今度10時からやる。ああ、もうスタートが早めらんないんだ。で、その、で、10時から11時に終わって飲み行って終電なくてみたいなのが続いちゃったから、まあ、ちょっと曜日を変えようかなとかいろいろ考えて、で、そもそもこれなんでやってんだろうなみたいなとこから、なんか一回、今何回なの？さ、96回とか7回ぐらいとか、じゃあもうちょっと100回区切りにして、一回終わってまた次考えようかなって、思って、で、昨日100回で、で、今、100回の歴史があるから、そのに、まあ、出てたメンバーの、まあ、オールスターみたいな感じで、まあ、やって、大泉ユメリアホールっていうところを買って、もう、告知に告知を重ねたのに、70枚、やっぱりチケット余っちゃったんですけど、まあ、それでも105人来ていただいたので、すごい。はい。まあ、大成功でした。なんか、先週それでプレゼントするみたいな感じで言ってませんでした？プレゼントした。色紙5枚に寄せ書き、みんなの。あ、なんか寄せ書き、変なプレゼント言ってたよね。言ってましたよね。トム・ブラウンの布かみたいなプレゼント言ってたよね、なんかね。100円ショップで色紙を買ってきたの。はい、だから、2枚1組なんですよ。だから5枚って買えないの。6枚になったの。で、寄せ書きをまあみんな5枚書いて、あと1枚は俺の、サインにしようっつって、俺の単体のサインにして、それに陰毛一個つけて、陰毛つけた、陰毛つけた、陰毛をポチ袋に入れて、もうなんかその陰毛だけだとさすがに怒られるかなと思ったから、残り1枚をちゃんとでっかい色紙に名前書いて、それでその当たった人にちゃんと名前をその場で入れてプレゼントしたのね。はい、で、誰に当たって、女性に当たって、おじさんなんだよ、面白くねえよ。面白くねえって何ですか。しょうがないじゃん。JK だったら面白いと思ってたの。ダメだよ。ダメですよ。え、ダメですよ。ダメ、おじさんでよかったよ。なんか、イチローも JK と試合してたじゃん。だからそういうなんか全然違うだろ。一緒にすんダメですよ。おじさんでよかったよ、うん、
なんかイチローも JK と試合してたじゃん。だからそういうなんか全然違うだろ。一緒にすんなよ。インボと試合一緒にしない。藤谷京都の試合であの美しい青春の1ページと一緒にすんなよ。お笑いを託すみたいな感じで JK に来ないよ JK。 一応そのお客さん笑ってたから、まあ、そのラジオ聞いてる人多いから、うん、で一応本当に一つだけお願いが、その当たった人お願いがあるんですけど、うん、アメリカに行ってクローンだけは作らないでください作るから、ね、はいって毛からね、毛から DNA を採取してねいろんなね、うん、遺伝子の、ね、情報を、ね、取り出さないでください。それだけなんで、やっちゃいけないことはそれだけなんで、それ以外はもう自由にしていい、自由にしてお守りにしていただきたい何に使ってもらってもいいけどもクローンだけは作らないよねっていうね。まあすっごいやっぱり、うん、まあそのこれに来るお客さんってやっぱりもうそのやっぱり、うん、まあそのこれに来るお客さんってやっぱりもうその、うん、なんだろうな、まあはい、熱いファンしかいないから、はい、もう面白すぎてさ、うん、まずその何が面白かったですか、寄せ書きをみんなで書いてる時に、うん、まあハガちゃんこと菅野智之、うん、本名はハガ拓之だからね。うん、巨人の菅野智之の真似をしてるから、うん、菅も智之っていう芸名で、もうでも芸名変えて5年ぐらいやってんだよ。菅野、はいはい、菅も智之で、うん。寄せ書きに書くときに、うん、友の字がわかんないんだ。これさ、どうなんですか俺ちょっと、どういう字でしたっけって。書いたことないから。いや、サインをね、サインを頼まれたことないのはわかるけど、でも、その芸名でやってるわけじゃん。菅野さんの。いや、菅野と一緒で。モノマネでずっとやってんのに。菅野ってなんて名前でしたっけって。いや、菅野智之だから。だから菅野智之にしたんじゃ、あ、そうでしたかみたいな。サトシっていう字だよ。みたいな感じで。まあ、盛りだくさんのね、まあ内容でした。まあ、はじめにちょっと、あの近況報告みたいのをこう、うん、まあやって、うん、まあそのさっき言った100回に向かう。誰が来たんですか、うん、菅野以外は。あ、メンバーは、うん、菅野智之、うん、源泉四方線、うん、もう、もうバチバチじゃん。バチバチ、もう中めっちゃ悪いから、うんうん、でインタレスティングたけしでコンパス中島、うん、あとはもう弟子の田原と堀江、うん、というメンバーですね、うん、はい。まあ田原と堀江に関してはもうほぼ無名というかもう ね、あの弟子なんで。いや、源泉四方線も菅野の無名だろ。源泉四方線はインタレスティングたけしだけでしょ、うん、テレビ出たことあんの。源泉四方線は、うん、本当に今あの講談みたいのが当たって、講談要するにあの都営の団地に当たった、うん、ああ講談、うん、住居ね、住居、住居、それで講談神田伯山みたいなことか、東村山に、うん、あの神田伯山みたいなことか、東村山に、うん、あの引っ越しして、うん、なんか前は練馬だったから家の近くだったから呼んでたんだけど、うん、もう東村山にもうその当たったから、その住んでて、うん、でお子さんも生まれて、うん、であの新婚さんいらっしゃいに、うん、お奥さんと、なんか言ってたね、それがもう2022年のお正月です。もう約、まだ文枝師匠だった時、2023年の正月です、うん、そうそうそう、だからもう約丸2年前に出た時は、うんうん、そのまだ子供もいなくて、で奥さんとすごいなんかお笑いやってる、うん、あのダンスダン、ね、芸人ですって、うんうん、すごいなんかラブラブで出たの、うんうん、でその後にあの結婚して子供生まれて、うん、団地が当たって今住んでて、うんうん、最近あの奥さんがやっぱもうお笑いをあんまりもうやめ、いろいろやめてほしいみたいな感じになってきてるのって、うん、まあね、まあ、んな感じだったのに、うん、であの仕事で真ん中感じだったのに、うん、であの仕事ライブの日に着物をあいつ着てやるんだけど、着物を隠されるって奥さんにどこにあるか分かんないんで着物を でも絶対になんか見つからないとこまでには置いてないんだよ、さすがに。なんか少しでも奥さんがあいつに芸人をやめさせたから、ちょっとだけ足止めを足止めをしてるんですみたいなことで近況報告で、あ、それなんか切ないなみたいな感じで面白いね、商売道具、面白いんだよ、それ新婚さんいらっしゃいでね、ラブラブだったのに、ラブラブだったのに、みたいな感じで、うん、まあでも奥さんも生まれて、うん、そう、新婚さんいらっしゃい出たことで、あれだもんね、菅野智之もマウント取ってたもんね、もうそこ出たっていうので、あ、そうそう、菅野智之がマウント取ってたんだけど、うん、まああのまあ羽賀ちゃんは菅野智之は、うんうん、数がやっぱり今まで、うん、源泉四方線はメディア1回なのよ、うん、そのいらっしゃいだけなの、うんうん、で
菅野智之は、うん、まあ、全部俺が絡んでるんだけど、うん、のやつで、で、初めて、うん、この前俺絡みじゃないやつに出ましたって言って、それで、何人出たのって動画が多分切り抜いて送ってきたんだけど、細かすぎてに出ましたみたいな。で、見たら、うん、なんか侍ジャパンの胴上げの瞬間みたいな感じで、うわーっていう。みんな出てる時、ね、出てくるでしょ。で、台に乗ってない横にいる一番奥の一人出てたの。これは目落ちてない、ね、落ちてない、落ちてもない、落ちてる枠にも入ってないっていう、うん、でもそういうのもあいつの中ではメディアの回数って数えてるから、もう厳選地方選菅野智樹炎の七番勝負がメイン企画だったのになんかもうオープニングの時点でなんかバチバチになっちゃって、お前なんか新婚さんいらっしゃい以来見てねえなとか言い出して、うん、でお前で、ね、ハガちゃんなんか出てんの、それは僕はだってええのよ、うん、でなんか厳選しようよ、マウント取んなよお前とかって、え、最近何出たのって言ったら、は、工場委員会出ましたって言って、うん、そういえば工場委員会出したなと思って、あ、菅もね出したじゃん、さんまさんの、あ、だいぶ前だよね、そうそう、でもあれがやっぱり、でもなんといっても工場委員会強いから、うん、もうそれで厳選が黙っちゃって、うん、いやもうそれはなんかすごいなんじゃないって黙るんだ、気持ちがいい感じの顔してるみたいなね、まあ、そんなとこから始まって、うん、コーナーがね、まあいろいろそのパーソナルクイズのコーナーとか、うん、いろいろ、まあ、あるんですけども、やっぱりインタケクイズ、うん、インタレスティングタケシのやっぱりインタケクイズって知ってます？どういうクイズ？インタケがこうフリップに、うん、こうインタケクイズみたいなのを考えていくのね、うん、そのでこうん、インタケインタケやっちゃったっていう、うん、なんかこうブリッジがあるんだけど、うん、インタケクイズって始まるのが、うん、ブリッジがあるんだけど、うん、インタケクイズって始まるの、その、それがまず可愛いんだけど、うん、インタケクイズって始まって、うん、お母さんにショートケーキ買ってきた、うん、買ってきてって言ったら、うん、お母さんが、うん、違うものを買ってきちゃいました、何でしょうみたいな問題、滑舌悪いから聞き間違いみたいな、あ、そうそうそう、うんうん、でインタケショートケーキ、うん、なんだと思いますか、ショートケーキ買ってきて、インタケがショートケーキ買ってきて、ホットケーキ買ってきちゃったみたいなこと、あ、違う、うん、ショートケーキ買ってきて、ショート、正解は、うん、消毒液、ああ、なるほど。消毒液買ってきてって、消毒液を買ってきちゃった。って言って、これ、消毒液でした。して、インタケ、インタケ、やっちゃった。みたいな感じで結構盛り上がるんだよ。インタケクイズ。インタケクイズが。で、なんか最後、そういうのが続いて、最後、熱中症かなと思ったら、とかっつって、うん、なんだろうって、熱中症かなと思ったら、つって、うんうん、どういうこと？ちょっと待って、もう一回。熱中症かなと思ったら。熱中症かな、うん、ああ。恋の始まりでしたっていうオチでした。あ、それも、滑舌悪い系が何個も続いて、うん、最後、うん、熱中症かと思ったら恋だったっていうこと、ね。恋の始まりでしたって。ああ、なるほど、うん。これでもう見事に大爆笑。ああ、そうなんだ。うん。インタケやるな、みたいな。すごいなぁ。すごく面白くてさ、うん。ちゃんと本ネタやってますね。ちゃんと本ネタやってる。で、インタケと菅野智之が、うん、まあ、今日なんだけど、うん、M1 に2人コンビ組んでる。ユニットで。インタケと菅野智之でコンビ組んでんだ。うん、コンビ組んでんの。1回戦 ?1 回戦。今日。で、その、じゃあ、その、漫才やればって言って、うん、でお客さんわーって拍手して、じゃあそこで2分でしょってやんなよって言って、うん、で、やったんだけど、うん、その、なんか全然面白くない。で、明らかにもう4分ぐらい やってて、え？ 2 分じゃないですか？何やってんのさ、うんうん、いやまだ言ってお客さんわーって拍手してじゃあそこで2分でしょってやんなよって言って、うん、で やったんだけど、うん、そのなんか全然面白くないで明らかにもう4分ぐらい やってておうおうえ？ 2 分じゃないですか？何やってんのさ、うんうん、いやまだ1回もすいません練習しなくて、うん、いやだ明日でしょさ明日の朝やろうと思ってたんでそんな急に振らないでくださいよって、こっちが悪いみたいな。いや、そんな明日だから。前日で。全くない。甘くないみたいな。とこで、それでコンビ名はって言ったら、同級生おじさんっていう、同い年なんだって。で、コンビ名で行くんだけど、それをずっとインタケが、学校が違うんで同年代で行きたいんですけど。僕はなんか、ちょっと細かいところなんですけど、学校一緒だと思われるの嫌だ。思われるの嫌だよ。同年代で、同年代行きたいんですよで。ずっと言ってんの。いや別にそれはさ、ね、とこで、まあ始まって、
それで、まあ、最後、その、巣鴨智之、源泉温泉、炎の七番勝負もやったんだけど、その、なんか、ハガちゃんが、その七番勝負の項目を考えてきてて。何で対決するか。何で対決するか。それ、ちょっと本当はずるいじゃん。まあ、自分の有利なやつをね、選んでたら。そう。源泉温泉は、だって、聞いてないわけよ。だけど、その、ハガちゃんは、俺になんか送ってるから、もうその俺が了解しましたって返してるから、もうそれをオフィシャルで俺が源泉温泉にも送ってるって思っちゃってたみたいなのね。なんかその どういう内容なの、7番勝負。それで、なんかその変顔、一発ギャグ、30秒トーク対決。で、これ4つ目が意味わかんないんだよ。90秒トーク対決。で、これ4つ目が意味わかんないんだよ。苦悩。え何ですか意味わかんないよ。オクラジアその苦悩。苦悩苦悩、はい、苦悩で、苦しみ悩むの苦悩苦悩、で、5番目が、笑ったら負けアップップ。これ変顔のどう違うのかわかんない。で、あと、6番目が最高なのが、この1年の仕事の量対決。絶対好きだな。絶対工場以外で。うわ好きだっすね。負けないようなさ、ラインナップにしてきてんだ、あいつ。絶対。で、7番目が意味わかんないのが、抱負って書いてあるの。対決でも何でもない。何抱負って書いてあるの。意味がわかんないんだよ。プロ野球選手名鑑じゃん。最後、この1年の仕事、実績、好きな最後抱負。愛車とかと変わんないから、ね、7項目だけどもう時間が押してたから、もうこれ全部30秒トーク対決っていうのをまあやって、それで源泉地方戦の30秒トーク対決は、あの結構面白かったね、昔その、働いていたなんかあのお店で、その役職の名前が何かいろんな、 なんか役職があって、あのスーパーバイザーとか SV とかいろいろあるじゃん、それに ED っていう役職の人が いたんだけど、その ED の役職の人はずっと立たされてる役職だったっていう、あ見事な見事なお茶だったの。それでもう面白いじゃんみたいな。だから母ちゃんがさ、このアドリブでこんな30秒で面白いこと言うと思ってないから焦っちゃって、母ちゃんがそれで母ちゃんじゃあ続いてハガちゃんですっつったら、なんか、ハガちゃんの中で、なんか、昔から聞いたことあるのが、パンサー尾形と同期なの。で、パンサー尾形の名前を出すと、みんなが食いつくって思ってるのね、ハガちゃんを。出すと、みんなが食いつくって思ってるのね、ハガちゃんを。珍しい、ね、いたからね。珍しい時代。なんか、尾形くんと、なんかいろいろ喧嘩したりする仲だったらしいのね。で、俺は聞いたのは、なんか、尾形くんにそそのかされたかなんかわかんないんだけど、ちょっと忘れない。熊と戦って、熊にこう、なんか攻撃されたことがあるみたいなことを、なんか聞いたことがある。多分その話を多分したかったと思う。だけど、どう考えても30秒で、無理じゃない。ちょっとそう、そうだね。無理すぎんだよ、自分で考えてきてんだよ、しかも。ね、30秒トーク対決って項目を考えたのが、そう。で、なんかちゃんと時計とかをここに、置いてやったから、多分そういうのも、焦っちゃったんだろうね。で、ハガちゃんお願いしましたら、僕はあの、パンサーの尾形と、まあ、同期なんですね。って言った時に、そんな反応ないじゃん。まあね。で、その時点でなんか、うおーとかなると思ってたらしいの。それで、別に、はぁ、みたいな。それちょっと狂っちゃって。で、それで、尾形と、同期なんですよ。それで、尾形と、同期なんですよ。それで、すごく仲良くて、で、お金なら返してもらえませんえお金まだ返してもらえません無理やり終わっちゃった熊の話熊の話じゃなくてお金を貸したままで返してもらえませんシーンだよマジ意味わかんなくて自分で考えたのに30秒対決シーンでもう105人いたんだけど、最後お客さんに手挙げてもらうんだけど、面白かった拍手か、1対104で源泉温泉の勝利でした圧勝それでまあ一回こう終わって、でここからが特別ゲストです、つって、有田さんって言って、まあオチとしては、うちの近所に住む、有田さん、オチとしては、うちの近所に住む、
有田さん、うん、僕の仲のいい、その近所のおじさんなんですけど、うん、そのまあクリームシチューの有田さんっぽいこう振りでね、うん、やりたいじゃないですか、一応その何となくこう分かってても、うん、それで何となくこう本番ね、いや皆さん最後なんとこの有田さんが来るんですよとかって言って、うん、それでまあこっちのイメージはね、うん、まあ、皆さんもね、有田さんって分かりました、あの有田さんですよ、うん、では有田さんですって言って、うん、あの近所の有田さんっていうイメージだったんだけど、うん、やっぱ有田さんも素人の人だから、うん、だから誰が来ると思いますか、有田さんが来るんですよって瞬間に来ちゃって、ああ、どうも有田さん、有田さん、ちょっと途中フリーの途中で出るタイミングがね、うん、まあそれはしょうがないな、初めて舞台に立つのが初めてだもん、そんなね、うん、ですごいですね、有田さんが、うん、いいですかこれちょっと持ってもらってって言って、うん、なんかもう二人がさ横でこうやって模造紙をさ、うん、こうって抱えながら、うんうん、あのやるんだけど、うん、それに地下芸人ラジオの第1回から100回までの、うん、有田さん書いてきたの、有田さんの、うん、グラフ、うん、にして、うん、1回目のなんかこう縦軸が再生回数、うん、で横軸が、日にち回数っていうので、1から100までのグラフを書いて、1何回、2何回で全部折れ線で、有田さんがまとめてくれたの、それ。で、確かにこう90何回目ぐらいから、漫才協会の若手を使うようになってから、どんどんこのグラフが、もう再生回数が減ってるっていう感じで、なんか俺もあんまりそういうのをちゃんと見てなかったんだけど、なんか本当になんか、視聴率が下がって終わる番組みたいな感じで、露骨に視聴率が下がって終わる番組みたいな感じで露骨になってんの。それで第1回はやっぱり一番最初が6万回ぐらい再生数があるんだけど、うん、もう明らかにこう上下があるのね、うん、でなんか第45回だけが4万回再生でグイーって伸びてんの、うん、でみんなすげえこれ誰ゲストの時ですか、うん、さあ、私ですえ嘘、有田さんすごい、それを見せたくて一番マウント取る人有田さん厳選しようぜ、ね、菅野智之よりも有田さん数字持ってんだよね、有田さん数字持ってんだよ有田さんの回がそんな伸びてたんだ、伸びてた、そうなんだ、そうすごい面白いですね、うん、最初の頃は誰が一番な多かった、最初の頃は、うん、一人でやってたから。ああ、そうなんだ。うん、もう6万回とか、あと M1 の振り返りとかも力、一人でやってたから。ああ、そうなんだ。うん、もう6万回とか、あと M1 の振り返りとかも力字でやってたから、その時とかは10万回とか、なんかそういうの言ってたんだけど、まあゲストを呼ぶようになって、こう、本当に徐々にこう、まあ下がっていって、一番低いやつも聞きたいじゃん。はい、あ、ちょっと言いづらいんですけど、コンパス長島さんの回です。いや、聞きたくなかったですよ。よかった。欠席裁判じゃなくて。いたからね。いたから。ねえ。だからよ、まあ本当ありがとうございました。ちょっとこの話ばっか。もう今日なっちゃうんだね、これでね。はい、ということでね。うん、まあじゃあ今週もそろそろ行きましょうか。はい。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? The Radio Show! まして、こんにちは、ナイツの土屋伸之です。はい、金戸美幸です。水曜パートナーのメープル超合金ドーナツです。ナイツザラジオショー、本日もよろしくお願いいたします。はい、します。さあ、この後1時台のニュースター発掘しましょう。は特別編です、うん。我々3人がリスナーの皆さんに紹介したいゲストを呼んで一緒に投稿していこうということで、うん、はい、今日は花田さんおすすめのポークチョップの2人が登場。漫才協会。はい、うん、そして2時台はゲストショー。今日は西岡澄子さんがいらっしゃいます。はい、そんな中メールテーマを発表しましょう。今日募集するテーマはこちら。これ何ランキングクイズ、はい、先週の放送でナチ女性有名人ランキングで8位、
にランクインし、そこからこれは何のランキングなのかというクイズでちょっと盛り上がりました。今日はリスナーの皆さんにオリジナルのランキングを考えていただき、何のランキングなのか当ててみようと思います、ちなみに先週送られてきたもので、1位ナンバーアイ平野翔さん、2位ストーンズ松村北斗さん、3位井浦新さんで、8位がナイツ土屋、こちらの答えはメガネ男子といえばランキングでした。今日は芸能人に限らず様々なジャンルのランキングお待ちしております。その他ゲストへの質問メールや番組を聞いての感想などお待ちしてます。宛先なっちゃんお願いします。はい、受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com rs はラジオショーの頭文字アルファベット小文字で、 x はハッシュタグナイツラジオショーをつけてポストしてください。メールを送ってくれた方の中から抽選で5名にラジオショーオリジナルサインペンをプレゼント。メールにはまで生放送です。ナイツ The Radio Show。日本放送ラジオリビングおすすめ、山形牛の切り落とし特別増量、通常 1.6 キロのところ 400g 増量の合計2キロで税込みジャスト1万円。お申し込みお届け返品については0120-1242-86 までどうぞ。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日、キスし、私は帰ってきたお金で、夫との温泉旅行を計画中です。このように、キャッシング、カードローンの経験がある方には、現金が戻るかもしれません。あなたも対象か、無料でご確認を。お電話は、0120-10-10-10-10-10-10 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた出張買取はカメラの北村、電話は0120-157-999。繰り返してくれる？157-999。はい。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道157-999。はい。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ日本放送。ここで日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい。圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは、桶川北本インターに大型トラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。東北道の上りは川口ジャンクションで6キロの渋滞です。首都高速道路は中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りが、王子北に落下物があるため、江北ジャンクションを過ぎて川口線上りの足立エリアまで渋滞しています。一般道路は千葉県の県道千葉大和。日本道路交通情報センターの庭でした。庭さん、ありがとうございました。次の日本放送交通情報は2時25分頃お届けします。来年デビュー35周年を迎えるビギンが15年ぶりとなる日本武道館公演を開催決定。ビギン35周年記念公演サニシャンサンゴショー、2025年3月30日日曜日、日本武道館。詳しくは特設ホームページをチェック。伊集院光です。毎週火曜日から金曜日夕方5時30分からお送りしている20分番組伊集院光の種、我々がたっぷりご用意した様々な話の種を一緒に育てましょう。伊集院光の種は今日夕方5時30分から。ナイツ The Radio Show。
さあ、この時間はこちらのコーナーをお届けします。ニュースター発掘しましょう。有名無名問わず、いろんな芸人さんの名前が飛び交う水曜日らしく、世間ではまだ知られてないけど面白い芸人さんを紹介して、この番組から未来のスターを発掘しようというコーナーです。今週はニュースター発掘しましょう特別編。我々がリスナーの皆さんにもっと知ってほしいゲストをお招きして深掘りしていきます。本日のゲストは花輪さんおすすめ漫才協会所属のポークチョップのお二人です。まずはネタを披露していただきましょう。どうぞ。はい、どうもー。どうもー、ポークチョップです。よろしくお願いします。はい、僕がね、喋、はい、ってる方がポークチョップのしのぎって言います。で、僕が関です。お願いしまーす。で、はい、こちらの関くんなんですけどもね、そうなんです、就職しまして、はい、今介護士として働いてるんですよね。そうなんですよね、うん、まあ、3年目にしてエリアリーダーで部下50人います、はい、その点僕は暇なんでね、 YouTube 始めましてね、はい、この3年で登録者50人超えました、うん、やめちまえよお前誰も見てねえじゃねえか50人ってなんでだよお前だいたいお前ポークチョップチャンネルなのにお前出てねえのおかしいんだよ。いや、メリットないから。メリットないとか言うな、はいはい、だいたいお前が就職して忙しすぎるから、うん、コンビとして成り立ってねえんだよお前。月2回も顔合わせてねえじゃねえか。いや、漫才協会入ってるから月5回は合ってますから。あんなんカウントすんなよ。あんなんとか言うな、ここで。漫才協会なんて年間費1万円払って漫才し放題のただのサブスクなんだから。言い方悪いな、おい。そういうこと言うな、お前。そうだろうが、そんな、あんなの。いや、でもね、じゃ、師匠のネタを見て勉強とかできてますから。あんなんずっと同じネタだろうが言うな、お前。受けるとこも滑るとこも同じネタ。滑るとこはせめて変えろよ、お前。伝統芸なんだよ、それが。じゃあ、挨拶しに行ったらさ、うん、いや、最近の奴ら若い奴らばっかで顔が覚えらんねえや、ガハハ、つって、うん。こっちだって覚えらんねえや、ジジイどもが。ジジイとか言うな、お前。すげえ。グーで殴んな、ラジオでわかんねえんだよ。本当に介護士か、てめえ。いや、介護士だよ。だから地下なんだよ。師匠のことをね、ジジイとか言っちゃダメなの。ジジイだろうが、お前。利用者様って呼べよ。お前のが失礼なんだよ。そんなことねえ。なんでちょっと顧客にしようとしてんだ、バカタレが、お前。もうグーで仲良い。お前ダメなんだよ、だから。ダメってなんだ、おい。お前、地下芸人ラジオも気になって見てみたら一番再生回数少なかったぞ。3000回ってお前、圧倒的に少ねえじゃねえか。言うな、そういうこと。ほんで漫才協会の漫才新人大賞なんて、お前、俺ら芸歴18年が一番下っ端じゃねえか、お前。もういいじゃん。20年、30年選手ばっかで。ザ・サードか何だそれお前。ザ・セカンドダメだった人たちが出んのかあれお前。そんなことないけど。で、楽屋行ったらさ、腰が痛いとか肩が上がんねえとか、そんな話ばっかじゃねえか、ジジイどもが。いや、いいじゃん。要介護にってことでしょ。だから顧客にしようとすんなっつってんだ、バカタラが。お前のせいで全然できなかったよ。何が？ちょっと終わるみたいな感じにしたけど、お前のせいで全然できなかったよ。何が？お前のせいで全然できなかったよ。言ってんだ、バカタラが。お前のせいで全然できなかったよ。何が？ちょっと終わるみたいな感じにしたけど、お前のせいで全然できなかったよ。何が？お前のせいで全然できなかったよ。だから何がだよ。ファミレスの店員やりたいとかじゃなくて、お前のせいで全然できなかったよ。何ができなかったんだよ。お前のせいで全然できなかったよ。だから何がだよ。どうもありがとうございました。何なんだよ。あの好きなだけです。好きなだけ、好きなものを詰め込んでいただいたね。いや、もう見ていただきたくて。でもあのね、力強いも喋ったけど、しのぎはこれ慣れてるんだよね。あ、そうです。だから本当は引かなくていいんでしょ、俺たちは。ラジオでは伝わらないけど、すごい音したと思うんだけど、ほぼグーで殴られてる。なんぺよ。初見はさ、初見は引くって。どういう仕組みなの？なんかその後さ、何にも行わない、痛がる素振りないじゃない。そうですね。で、それをやっちゃうとなんかぐちゃぐちゃってなっちゃうんで、もうなんか痛えよとかグーってやめるよ。慣れたもんですよ、もうなんか、はい、俺が言うんだよ。介護の振りで殴るのはもうやめて。いや、でも介護は別で本当ちゃんとやってるんで、ちゃんとやってるんで、そこだけちょっと誤解ないようにしたい。だから運転もものすごくうまいもんね。この前乗せてもらったけど、はい、車とか乗せたりね、はい、でもそういうのいろいろやったりしてる。すんごい、なんかもう何万キロ走ってるな車と。そうです、そうなんだ、はい、うん、そうです、そうです、やってんだよね、はい、今ね、やらせてもらって。だからしのぎはゲームとか、ゲーム実況とか、あとゲーム実況とか、はい、やってますね、はい、やってるということですけど、はい、漫才協会入って何年ぐらいですか？4年ぐらいですね。あ、もう4年、じゃあもうちょっとコロナぐらいの時に入ってきて、はい、そうです、もう馴染んだ、もうだいぶ。そうっすね、うん。だいぶ馴染ませていただいて。もう、手伝いずっとやってるんですけども、うん、もう手伝いもそろそろ終わるんじゃないか。終わるぐらいの。ああ、そうですね。なんとかでもね。はい。そうですね。僕、カンディさんと飲み行ったりとかしたんですけど、うん、カンディさんと。カンディさんあの、おじいちゃんでね。おじいちゃんね。カンディ中野さんと。カンディ中野。はい。
どういうこと？いや、なんかちゃんと滑ったなと思って、そのなんか知らない、なんか、はい、ちゃんと、なんか知らない名前言うボケみたいだったんですけど、ちゃんと滑ったんで、なかったのなんか、あんのかと思ったら。変だよね。そうですね。昨日もなんかが、ズームに入れないかったんでしょ？そう、なんか、その、関と今度11月14日に会合トークライブをするんですよ。で、マッハスピード豪速球とかもいるんですけど、で、昨日打ち合わせがあるって言って、そのズーム、でみんな会議するじゃないですか、うんうん、で席が一向に入ってこなくて、うん、どうしたって言ったら、いやちょっと今なんか入れないです、入れないですと1時間ぐらい繰り返してて、うん、もう結局参加しないで終わったんですよね。そうですそうです、はい、いやいや、部下50人、これを部下50人の怖いし、なんで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 と思って、え、部下50人いてズーム入れないやつ何、うん、いやでも会社のはあの、うん、パソコンで入れるようにも設定、いろいろ設定はしてるんですけど、うんうんうん、いや携帯だったんですよ昨日は、うんうん、で入れないなと思ったんですけど、うん、ID の、うん、番号ずっと間違えてて、うん、でそれで入れなくて、うんうん、ID？ え、別に本当はクリックするだけで入れる、ミーティングコードみたいなやつ、ね、あ、そうです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 、でもその、はい、フリーだから全然あれクリックすれば入れたよ、え、そうなんすか、うん、いやだからそのよくわかんなくて、やんなっちゃった、途中でやんなっちゃった、エピソードでも何でもない、ほんとにやばいじゃん、やんなっちゃった、さっき言ったカンディさんもやばいから、カンディと一緒だからね、ヤバさはカンディと一緒だから、口が悪いんだよ、申し訳ないです申し訳ないです、いやでも本当にそうです、そういうところあるんですよ、そういうところはちょっとあったりするんですけど ねでもちゃんとやってますから、ちょっとね、やってます、やってます、ちゃんと、でもちゃんとしてるんです、でも漫才協会の師匠とかもそういう風に目で見ちゃうの、その働いてると、あ、もうちょっと介護必要だな、この方は。まあ、まあ、そうですね、師匠とか、うん、やっぱ階段、あの楽屋の5段ぐらいの階段があるんですね、うん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 、あそことかもやっぱ登りづらそうにしてるんで、うん、じゃ手伝いたいって思うんですけど、うん、やっぱりこう深い話なんですけど、七号の方は、まあ、そうですね、師匠とか、うん、やっぱ階段、あの楽屋の5段ぐらいの階段があるんですね、うんうんうん、あそことかもやっぱ登りづらそうにしてるんで、うん、じゃ手伝いたいって思うんですけど、うん、やっぱりこう深い話なんですけど、あの手伝いすぎるのも良くないんですよね、うん、介護っていうのは、うん、ああなるほど、やっぱ自分でなるべくやってもらってないとダメっていうのあるんで、いつももどかしい気持ちで見てますね。あのバリアフリーみたいにもうちょっとこうした方がいいんじゃないかっていう提案はできるよね、東洋館をもうちょっとこういうふうに、そうですね、まあただその、うん、楽にするのもするであんま良くないんですよ、うん、ああそっかそっか、その筋力を動かす、筋力を動かす、そうですそうです、だから、ね、いつももじもじしながらで手伝っちゃう若手とかやっぱいるじゃないですか、うん、いや違うんだよなって、もっとこう、うん、自立支援というかね、うん、それをしてあげた方がいいのになって思いながら、うん、いつも漫才してますね、うん、いつも滑ってる時に何か手伝ってあげようかなと思って、そっちの手伝いできるんだよ、そっちの手伝いできるそれも名前出してるネタの宝庫でしょ、漫才協会なんかしのぎなんかね、そうですね、入ってね、はい、宝庫、はい、です、だから花輪さんとかが、うん、師匠たちのことエピソードを、うん、結構際どいエピソードとか言うじゃないですか、うん、だからそっちばっかなんで、僕は若手の方の結構、うん、際どい人をどんどん紹介してやろうっていうスタンスだったんですけど、うん、そのちょっと変な人たちの若手がどんどん辞めていくんで、うん、どんどん説明言えなくなっちゃってるんですよね、はい、変な人辞めちゃうんだよね、そうです、薄倉屋とか結構長くいたけどね、薄倉屋も20年前に漫才協会入ったから、うん、師匠がいっぱいいたんですよ、はい、だからそういう師匠のいじるネタをいっぱい作ったんだけど、はい、今逆に師匠がいなくて若手がいっぱいいるでしょ、はい、若手をいじるとさ、なんか若い子ってさ、なんかシャレ通じなくて SNS とかでさ、なんか何されるか分かんないからさ、なんかちょっと分かるでしょ、そうそうそう、なんか難しいんだよね、言っちゃう人がいますね、はいはい、だ数少ないこうね、師匠とかで行くのかどうかっていうのもね、そうですね、難しいよね、はい、うん、そうなんですよ、はい、まあだからやっぱりこう、うん、そうなんですよ、はい、まあだからやっぱりこうね、僕はなんだろう、こう、笑っちゃうっていうのがやっぱり一番好きなんで、勢いもあるし、うん、あ、うん、ありがとうございます、はい、それも漫才協会の新人大賞でいつも惜しいとこまで行くじゃない、うんうん、はい、笑いの量はすごい取るじゃん、はい、ありがとうございます、だけど、はい、とにかく結城六さんが自虐嫌いだから絶対入賞できないもん、審査員にね、結城六さんがいるから、結城六さんがいる限り入賞できない、自虐とかやめた方がいいって言われますもん、ね、はっきりしたもんな、そうですね、はいはい、自虐やめた方がいい、はい、総括の時に自虐やってちゃダメですよ、そうなんだ、はい、結構厳しいんだよね、そうですね、でもネタの作り方としてはこういう作り方以外のネタを作っても生きてたでしょ、昔は初めからそんな自虐じゃないでしょ、ね、芸風は満挙入っても特に変わらないの、ずっとこういう感じで、そうですね、
はい、ネタっぽいネタやってるとなんか全然ウケないんで、うん、もうもう自分の人間性で行くしかないなと思って、はい、だからそれでやってるんですけども、うん、漫才、はい、漫才コツとか、うん、とかやるじゃないですか、うん、もうそれがなんかぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね、うん、ああマイムがね、そうど、あ、分かる分かる、でなんか自動ドアの方がいいんじゃないかとか、うん、いやいや手動の方がいいとか、わけわかんない喧嘩どうでもいい、そうどうでもいい、そのもうわけのわかんない喧嘩とか、ここまでお前の方がコントじゃないから今だったら分かる、なんとなく適当でいいと思うんだけどなんかそこがなんかこだわっちゃうんです、ね、なんかアンタッチャブルさんこっちだからこうだろうとかよくわかんない喧嘩ばっかり殺してたりとか、そうそう向いてないっていうのなっちゃうもん、じゃあ昔から知ってるわけでもサンミュージック、いやそうですね、ポークチョップが入ってきたのって、ね、セミナー、うん、サンミュージックのセミナー、そうそうそう、養成所ですね、東京ショービズっていうのがありました、うん、そうだそうだ、それはブッチャーブラブッチャーさんとかやるやつ、あ、そうそうそうやってたやつなんで、でも自分が21ぐらいの時だから、うん、でもどんぐらい17、18年、そうだよね、17、20年ぐらいあった時はね、そうですね、一緒でしたね、なんか認定漫才師とかにね、なっ17、18年、そうだよね、17、20年ぐらいあった時はね、そうですね、一緒でしたね、なんか認定漫才師とかにねなって、ザ漫才の、ザ漫才のね、ラッキーで、はい、そうなんですよ、その時はもうガーって感じだったでしょ、もう10年以上前か、そうですね、はいはい、ね、あの時は無敵だと思いましたけど無敵だと思った、無敵だと思いました、ザ漫才の、ザ漫才の、はい、認定漫才師、その時はどういうネタやってたの、あのひたすらビンタするっていうただひたすらビンタするっていう、まだビンタだったね、そうです、まだビンタでした、はい、グーにはなってない、グーにはなってないです、グーだと多分認定されなかったか、ね、そうかもしれないですね、ビンタだからよかった、ビンタされる方でしょ、はい、される方です、はい、全然痛くないの、と痛くないです、はい、それもう、ね、特別なやっぱもう訓練を受けてるというか、もうやっぱりもうプロだから受けのプロだね、そうですね、全然痛くはなかったんですけど、うん、左頬だけちょっと筋肉ついてあのシュッとするっていうことがありましたけどスリムになるんだ、スリムになるんです、叩かれすぎると、そうそうそう、こっちになるっていうのがあったんで、はい、女子プロ役でさ、極悪女王、極悪女王、はい、女子プロに見えなくもないじゃん、あ、そうですね、はい、よく言われたりします、悪役同盟、はい、極悪同盟いそうだもん、極悪同盟に、はい、クラッシュギャラズみたいな、ポークチョップもなんかプロレスラーみたいな名前だしね、あ、そうですね、あ、そうですね、はい、あ、そうですね、はい、いいっすね、はい、それなんかいいっすね、ちょっとキャラで、はい、やっちゃいっすね、そうっすね、キャラでやったりじゃん、エルビス・プレスリーから入ってそれが分かんないです、まずあの花輪さんともう 2,3 人しか言ってないです、あの晩年のエルビス・プレスリーの顔だったあのドーナツ食べすぎてあの晩年のエルビス・プレスリーの顔だって言ってるのは消えてない、花輪さんとあの完熟フィレスの池田ゴナクレイジーさんって言ってない、あんなやべえやつ、あんなやべえやつって言われてください、あんなやべえやつ、ちょっと話題になりました、ちょっと話題になった、はいあそこら辺の匂い好きでしょ、やっぱ池田コナクレイジーさん、そうですね、はいはい、ちょっとつ、ね、最近の X 見てちょっとざわっとした、クレイジーさん、そうですね、はいはい、ちょっとつ、ね、最近の X 見てちょっとざわっとしました一回戦、一回戦終わった後、終わった後ね、はい、審査員どうなってんだみたいなことを言った X を、しのぎの包囲網にやっぱり引っかかってくるんだちょっと、はいはい、薄倉屋とか、はいはい、やっぱり池田コナクレイジーとか、もともと同じ事務所だったんで、あのあ、ロックンロールコメディーショーっていう名前の池田さんだけ僕ら同じ事務所、その時からちょっとあのざわざわっとする感じはその頃からでもロックンロールコメディショーがもうすごい勝ったみたいな話をしてたよ、池田さんももうすごい、あ、人気が、人気が、うん、ネクストブレイク間違いなしみたいな、ちょっと嘘だね、ロックンロールコメディショーロックンロールコメディショー、そうですね、え、すごい勝ったの、え、いや、いや、あれ、いや、まあまあまあ、アングラー、三大アングラーって言って、三大アングラーって言われてたんでしょ、そう、虹の黄昏っていう人と、あと SM の、コントする魔族っていう人と、ロックンロールコメディショーっていう、三大アングラーって言って、俺虹の黄昏の後かよ、やだよ、いや、俺魔族の後かよ、やだよ、ロックンロールコメディショーの後かよ、やだよって全員喧嘩して、いや、その3組しかいないんだからみんなやだよ、全員やだよ、そうやりづらいって言ってましたけど、やんなきゃいいんですよ。やんなきゃいいんですけど、やんなきゃいいんですけど。アングラー、三大アングラー、はい、の池田コナクルージーの話で終わりましたけどお時間でございます、お知らせありますか、ポークチョップから、三大アングラー、あ、
10月8日に東京鉄工所というユニットライブがあったんですけど、あのコロナで一旦やめてたんですけど、今回復活するということになりまして、だからもし千川ビーチ部というところでやるんで、もしよかったら来ていただけたらな。ソニー以外でも借りれてできるんだ。あ、ソニーの人が一人いるんで、その人が、はい、なるほど、千川ね、はい、あと11月14日に会合芸人のトークライブ、はい、あそれはもうぜひ、はい、朝がやロフトの方でやるので、そうだ、楽しそうだね、楽しい、そうですね、真面目な話を、はい、真面目に楽しく、真面目に楽しく、でズーム出れなかったけど大丈夫なの？打ち合わせは分かった、楽しく、でズーム出れなかったけど大丈夫なの？打ち合わせは分かってるよね、できる内容、なんとなくは、はい、多分、まあ介護の話すればいいんですもんね、いや、マジで、その全てが話なんだ、冷たいんだから、いや、もう一回やるからね、もう一回やるからね、あ、本当です、ズーム勉強してきます、その場で。ということでこの時間のゲストはポークチョップのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。中央事務所よりクレジットカードをご利用した経験のある皆様へ、クレジットカードのリボ払いにも過払い金があることをご存知ですか？なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。有名なあのスーパーやデパート、ネット通販のカードも対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金対象です。現在リボ払い経験のある方々に現金が返金されています。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認ください。周りに知られることもないし、しつこい営業電話もありません。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。たかし、車高く売れそうだぞ。ねえ、どこに売るの？近くの車屋さん。他とは比べたの？いや、別に。はぁ、呆れた。お店によって大体18万8000円も査定額に差があるんだよ。そんなに？でも買取店回るのは面倒だわ。はぁ、ほんと呆れた。たった1分、車のことを入力すれば一番高く売れるお店が見つかるサイトがあるのに。なんてサイトだ？父さん、僕の名前は？車たかし。そう、車たかしは最大10社の査定額を比較できるサイト。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるか。今すぐ車たかしで検索してよ。スマホでもできるから。得したお金で焼肉お願いします。車たかし。ベリーベスト法律事務所よりお知らせです。小学校の保健室や体育館に並んで注射を受けたこと覚えていませんか？実はあの時、注射器の使い回しがありました。その際、血液感染が原因で B 型肝炎になった方がたくさんいます。国はこの方々のために最大3600万円の給付を行っています。対象者は昭和16年から63年生まれの方です。病気を発症していない方も多く、対象者の約5人に4人が給付を受けていません。また、おじいさん、おばあさん、お父さん、お母さん、ご兄弟を B 型肝炎で亡くされた方を探しています。対象者がお亡くなりの場合、ご遺族の方も対象ですのでご注意を。ここで、給付金を受け取った方からの感想をご紹介します。たのですが、今思うと、依頼して本当に良かったなと思います。まずは、あなたも給付の対象かご確認ください。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。続いてハロー神奈川です。神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局、田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。ここで感謝の創立55周年、神奈川の警備会社 KSP からのお知らせです。神奈川の警備会社 KSP からのお知らせです。いつも支えてくださる皆様のおかげで、 KSP は今年創立55周年を迎えることができました。施設の警備を中心に、神奈川県のさまざまな場所で今日も KSP のスタッフが安全と安心を守っております。
そんな警備のプロフェッショナル集団 KSP はさらなる警備のプロとなる人材を募集しております。未経験でも大丈夫です。経験豊富な先輩スタッフが一からサポートいたします。詳しい情報はホームページや公式 X で KSP と検索してみてください。みなとみらいの写真が目印です。皆様のご応募お待ちしております。以上 KSP からのお知らせ。田中さん今日はね、はい、なんかいろんなランキングをねこうやるんですけどね、田中さんの例えば好きな俳優ランキング第1位とかね、俳優、あ、うん、はい、なんかそういうのっています？はい、そうですね、最近はやっぱり、うんうん、ね、坂口健二さんになっちゃったんですけど、ああ、坂口さんかっこいい、確かにかっこいいですよ、渋くて ね、はい、やっぱり1位ですね。坂口誠二さん、第2位が坂口誠二さんです、お父さんね、ということになるってことですかね、はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。時刻は1時51分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さんお願いします。はい、お伝えします。石川県能登地方の記録的豪雨による被害が相次いだ石川県輪島市で今日新たに1人が見つかり死亡が確認されました。これで今回の豪雨による死者は9人になりました。豪雨で複数の住宅が流された輪島市布袋川町の塚田川流域では今日消防や警察、それに自衛隊が捜索に当たりました。そして午前9時過ぎに土砂内人は2人で、安否不明者は6人となっています。被災地では懸命な捜索が続けられていますが、岸田総理大臣は総理官邸で、今回の被災が能登半島地震からの復旧復興の途上である点を踏まえ、被災者に寄り添い、緊張感を持って対応するよう関係各所に指示をしたということです。次です。林官房長官は今日の記者会見で中国広東省深圳で男子児童が刺殺された事件に関し安全確保の早期実現を中国側に求める考えを示しました。この中で林官房長官は在留日本人とりわけ子どもの安全確保の具体的措置が早急に実現されるよう中国側に強く求めていくと述べました。顧客の事業者に必要のないソフトウェアを抱き合わせて購入させていたとして、公正取引委員会は今日、独占禁止法違反の不公正な取引方法の疑いで、アメリカのソフト開発会社 VM ウェアの日本法人を立ち入り検査しました。関係者によりますと、VM ウェアは今年1月から3月頃、サーバーを効率的に利用できるようにする仮想化ソフトに関するライセンス取引の条件を取引業者に対し一方的に変更した疑いがあります。 VMware は仮想化ソフト開発の先駆けで圧倒的なシェアを持っているということです。おしまいに、人気アニメポケットモンスターの希少なトレーディングカードが24日アメリカ・ニューヨークで競売にかけられ36万ドル日本円にしておよそ5160万円で落札されました。主催したサザビーズは公式に流通した1998年に発売された漫画雑誌コロコロコミックのイラスト大会で優秀作品の応募者39人に贈られたものだということです。今回のカードにはポケモンカードの共同制作者のサインが入っていました。この時間のニュースは以上です。後藤デスクでした。ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日は自動ドアのナブコシステム、久光製薬、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。さ
ました。さあ、AM1242 ラジオで聞いてもラジオで聞いてもラジコで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。さあ、さあ、メールをねいただいております、はい、ラジオネームお母さんのパソコンさんです。うん、花さん、昨日お疲れ様でした。ありがとうございました。昨日お邪魔したものです、うんうんうん、個人的に覚えているのは菅野さんの水泳あるあると、うん、源泉さんの声が思ったよりでかくてドキッとしたことです。源泉が、まあ、源泉とにかくのかかっちゃってましたよね、本当にね。かかってた、あのチョイスがものすごくでかかったですね。あ、そう、うん、声がでかかったで笑ったのが、その源泉四方線の、うん、源泉四方線っていう時の動きを、うんうんうん、なんかあれだけ一緒に力字やってるのに、うん、堀江が生で見たのが初めてだったみたい で、うん、で堀江がなんか腹ちぎれるぐらい笑ってて、うん、動き初めて見たって言ってそう、何なんだよこのリアクション俺が昨日、うん、菅野とも水泳あるある、あ、これ水泳あるあるじゃなくて海水浴あるあるの動画を、うんうんうん、もうここ何年か見た動画の中で一番僕は笑った動画なんですよ、うん、でそれをどうしても皆さんにこの教えたくて、うん、動画っていうのは、はい、あの菅野智之が1日1個、うん、あのショートの動画をですね、うん、これ上げているんですけども、うん、そのなんかあるあるを上げてるんですよ、うん、なんか秋あるあるとか、うん、おじさんあるあるとか、うん、その中に海水浴あるあるっていうのがありまして、うん、でこれをなんか自分で、うん、あの編集をしているんですね、うん、彼が、うん、でその自分で編集しているからなんか音がなんかこう音のあれを編集の音が難しいみたいで、うん、それかもうめっちゃおもろいんで、ちょっと聞いてもらっていいですか、これ、はいはい、ちょっと音で、マイクに流しますんで、これ YouTube をいきます。海水浴あるある、調子に乗って日焼けをしすぎて夜お風呂に入るのがなんで、夜ね日焼けしすぎてね、なんでちょっと編集してちょっと音の前もね、入れる音とかっていうのはその編集で入れてる音なんだ、編集で自分で、うんうんうん、入れたんですけど一番大事なとこになんでもう一回聞きましょう、なんでそれ直せない、もうこれ腹ちぎれるぐらい笑ったんですいきます、うん、海水浴あるある、調子に乗って日焼けをしすぎて夜お風呂に入るのが夜ね日焼けしすぎてね、本当お風呂に入るのは痛いですから気をつけましょうなんで直さないのそれ、自分で編集して編集し OK だから流してるんだね、あんまりよくない、なんかずっとはいみたいな感じだったな、はいじゃなくない、これおかしくないっつって、あでも初めて言われますみたいな、頼もしいし昨日ねそれを紹介したってことなの、ライブで、あそれも紹介した、うん、まあその言ったやつも忘れちゃったけどね、その何だったか、何だったの、日焼けの時、うん、お風呂の時にヒリヒリして痛いみたいな、なんかそういうやつだったテレレテレですか夫が残した古いカメラどうしよう、その時でした。カメラの北村なら、天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。繰り返してくれる？ 157-999。はい。朝日村のトマト。温暖な気候と水はけの良い土が美味しいトマトを作ります。愛情込めて育てました、今が食べ頃ですよ、茨城浅井村のトマト選んでください、生産者の皆さんもおすすめ、トマトは JA 茨城朝日村。ベリーベスト法律事務所より B 型肝炎の方へお知らせです。小学校で注射を受けた方は最大3600万円の給付の可能性があります。あなたも給付の対象かご確認を、0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。
ザ・ラジオショー2時です。時刻はお昼の2時になりました。改めましてナイツの土屋信之です。花信之です。メイプル超合金の安藤夏です。さあここでお天気をお伝えしましょう。なっちゃんお願いします。はい、2時のお天気をお伝えします。有楽町日本放送の屋上の温度計は 21.0 度、湿度 87%。 今日の東京地方は曇り、午後も関東地方は雲が広がりやすいでしょう、沿岸部を中心に雨が降り、雷を伴って雨足が強まるところもありそうです。最高気温は昨日と同じくらいで25度前後のところが多いでしょう。ひんやりとした北風が吹くため肌寒く感じられるかもしれません。以上、2時の天気をお伝えしました。はい、でも今外雨ね、ね、もう東京も降ってますね。バイクできてしまった、うん、バイクできたの、はい、これは大変ですね、はい、本当に気をつけて帰ります。さっきのやつね、ちょっとつぼに入っちゃって、ちょっともう あれ以外は全然面白くないから、いやいや一回それで探したほうがいい。あの睡眠あるあるを、じゃあ睡眠ある、はい、あるある寝なすぎても眠いし、寝すぎても眠いあるあるこういうことをやりたいんだよね。そう、だからでってれれでってね、今日そこのタイミングで流したかった。あぶねえ。ああ本当に。おっかねえ。あのだってもう音入ってない状態で2回聞かされてますから、ね、自分。本当にもう天気読めないですよ、ね、そんな。ちょっと途中2回ぐらいやばかったし天気。ねえ、もうやめてください。ダメですって。エミー賞とか取れないかなと思って。いや取れるか。将軍がね、将軍取ったから一貫とかね。さあ今日はね、うん、はい、テーマメール、はい、だから勝手にランキング、うん、ランキングクイズか、ランキングクイズやりましょう。ラジオネーム嬉し涙じゃじゃ丸さんです、うん、これ何ランキングクイズ、はい、1位鶏肉、うん、2位トウモロコシ、うん、3位ニラ、4位ごま、何でしょう。いや、揚げ物ランキングトウモロコシが入ると分かんなくなっちゃうな。ニラ分かんなくないですか。あ、なんか鍋かなと思ったんだよね、鶏肉とか。あ、トウモロコシ、まあ、美味しいとかのランキングじゃないです、これは。え、あ、じゃあもうどこかで取れる、でも産地北海道以外の鶏肉、うん、鶏肉、トウモロコシ、もういろんな形態があるからな。でもまあそっか、鶏肉が多いのか、まあ、トウモロコシ、ニラは分かりやすい。消費、うん、何県の消費ランキング。ああ、いや違いますね。ん、食べた後どうなるか、まあ、その人の分かった分かった、爪楊枝使うランキングか。ああ、まあそうだね、正解だね。答え、歯に詰まりやすい食べ物ランキング。あ、なるほどね。鶏肉、トウモロコシ、ニラ、鶏肉、そうだっけ、鶏肉が1位なんだ、まあ、肉だよね、肉がまあ多いけど、赤身肉じゃないですか。牛肉、赤身肉は筋がある肉だよね。まあでもやっぱ鶏が一番筋が多いんじゃない。へえ、ささみとかごまかな、俺は。うん、ごまね。青のりは、青のり何なんだろうか。青のりはくっつくじゃない、歯、うん、に詰まるというよりは、うん、細けあとな、えのきとかね。あー、きのこ類、えのき入ると分かりやすいかも。きのこ類ですね。そうだね、はい、確かに。 いいね、うまいんだよね、えのき後で食べるとなんか熟成されて、いやいや、もうきちいな熟成するつもりはないけど、あ、いきますね、じゃあ、はい、サキイカおいしいさん、これは何のランキングでしょうか、はい、1位エビ、2位カニカマ、3位鶏肉、4位バニラアイス、5位が納豆ですね。あ、一応分かんなくなった。あ、マジで分かんない、何それ。バニラアイス、納豆、うん、バニラアイス、納豆で1位エビで、カニカマ、エビカニカマなんか似たような感じですね。ね、うん、なるほどね。何かが合うっていうことですよね。あ、え、違う、うん、何かに合わせる、まあそうだね。え、うん、でも合わせるエビ、まあ、エビとかは多分まあもちろん王道って感じはしますけども、他は、うん、あ、なるほど。天ぷら、あ、いや天ぷらではないんですけど、まあね、めちゃヒントはもうなっちゃんだなっちゃん、
ま、巻いたら美味しいやつ。何で？ライスペーパーで。まあ、生春巻き。ライスペーパー？生春巻きです、正解は。え？生春巻きの具材にすると美味しいものランキングです。バニラアイス。バニラアイスは包んだ後、軽く表面に片栗粉をまぶすと雪見大福のようになっておすすめです。納豆は お好みの野菜と包んでポン酢で食べるとお腹にもたまるので、ダイエットにもおすすめです。ちょっとな、変則だね、バニラアイスな。っていうか、あの、ショートケーキとかケーキ類は巻いてましたけど。いや、すごいな、すごいな、それ、はい。ショートケーキ巻いたの？はい。美味しいですよ、もちもち。でもバニラアイス巻いたことなかったの？いや、やってますね。そう、お菓子類とか、その出来上がったものは。でも美味しそうだね。片栗粉は。もうランキング本当なの？そんな。4位にバニラアイス入ってる。この人のランキングかな。あ、じゃないですか。うん、あ、そうだよ。オリジナルね。そうか、オリジナルでか。そうだね。うん、ああ、そうですね。これなのね。美味しい、確かに。やったことないね。美味しい。美味しい。カツ丼包むのも美味しいですね。なっちゃんランキングですよね。出来上がってるもんね。たこ焼きと。CM の後は西岡澄子さん登場です。日本放送。相続税の申告を後回ししている方は、0120-400-800、東京税理士会所属、税理士法人48。ご注意ください。申告期限が過ぎると、特典が受けられないことがあります。まずは、無料であなたの相続税をご確認ください。お電話は、0120-400-800、400-800。高麗人参健康食品通販市場売上ナンバーワン、錦糸高麗人参の、神秘の神秘の健康力、健康力、健康力。健康で長生き目指したい、神秘の健康力。お問い合わせは0120-66-7が4つ、または神秘の健康力で検索。お聞きの番組は FM93 AM1242、 ラジオで聞いてもラジコで聞いても日本放送です。月曜日から木曜日はナイツ、金曜日は中川家、土曜日はサンドイッチマン。中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。現金を受け取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。さあ、2時台最初はザ・ゲストショーということで、本日のゲスト西岡澄子さんです。あー、西岡澄子だよ。よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、変わらないですね。トーンが全然変わらない。変わらない。すごかった。もうでももうすぐ50歳ですけど。いやー、すごい、信じらんないよ。いやいやいや、そんな褒めてくださるんですか。ありがとうございます。西岡澄子だよ。ちょっとバカにしましたよね。ねえ、ちょっとどころじゃないし。ちょっとで やばい人なんですかね。せめてちょっとであるよ、ね。あの5月にね、はい、ちょっとなんかね、はい、本当にバッタリあったんでしょ。バッタリというか。あ、いや、だから、要するに、この本が出て、はい、ということで、いろいろなんか、お話ね、させていただいて。平野ノラちゃんが、花輪さんに相談したらいいって言ってくれて、はい。で、つてがないって言ったら、ノラちゃんが、うん、花輪さんに連絡してくださって。うん、何の相談を？その、ポンコツ一家の、はい、その、ドラマ化とか、映画化とかの、うん、私、その、知識とかノウハウが全くないから、うん、どうしたらいいんだろうって言って、そしたらノラちゃん、花輪さんがいいんじゃないってなって、僕がそんなあるわけないんですけど、僕も静雄さんの本が出てたっていうのがあって、で、そういうことですよね。はい、でそしたら喫茶店で会ってくださって、はい、でも ほとんど私の愚痴でしたよね。なんかそうです。ちょっとすぐね、目の前のそこの喫茶店だったんですけど、はい、ちょっと周り結構気になるぐらい声大きかったです。そうでしょ。本当ですか。え、私声大きかったですか。え、嘘。本当ですか。愚痴を声大きく。え、私そんなつもりなかったです。そう言うもんですけどね。え、まさかの。あとその10時に待ち合わせだったのに、西岡さんから LINE 来たのが7時55分にここですかって来てて、俺もなんか、うん、すごい家ってやべえと思って、まだパジャマだったんで。違うんです。私なんか方
たから早めに行ってそのコーヒー飲みながらダラダラしてようと思って、で一応ここですよねっていうことであの LINE したら、そうですね、なんか圧力になっちゃってやっぱ先輩で焦るよね、焦る大先輩が、それも聞いて、あ、そうだ、私先輩だったと思って、大先輩結構若い時から見ててましたから、でも私はどっちかって言ったら、うん、その皆さんそのテレビで見るから、うん、なんか皆さんの方がちょっと先輩みたいな感じがして、うん、おかしいだから、あ、先輩だった私の方がって思ってその時だから西岡さんは、うん、もうそのドラマにしたくて、うん、でそのドラマの脚本とかを、はい、もう本当に三谷幸喜さんとか、うん、工藤官九郎さんとか、うん、そういう人に書いてもらいたいですみたいな話をこうされてたじゃないですか。そうです、あのなんか、ね、もともと、うん、あの笑ってほしくて書いた本だから、うん、どっちかって言ったらやっぱりそのこう笑ってもらえるような作品にしてくださる方がいいなと思って、うん、でもそれが私が知識がなさすぎて、うん、誰かわかんないっていうのがあったんです。結構そのなんかそれなんか僕そんなつってはさすがにないので、はい、あちょっとそこまで僕そんなになんかこれそこにパイプ役としては絶対できないんですけど、はい、まあ、僕も一応義理のお父さんの本が、はい、まあ、ドラマみたいにねちょっと話も来てるからあれ面白い、うん、っていうことでなんかいろいろ話聞かせていただいたって感じですね、うんうん、まあ、そうするとなんかこう家のね、うん、なんかその話、うん、まあ、この本に書いてある通りで、はい、でも結構なんかもう後半はもう全部ずん口でしたよねなんか結果をダラ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 聞いていただいたっていうとこのポンコツ一家というのが、はい、まあ、今本当に西岡さんが暮らしてる家族の話、ね、はい、あ、そうです、ね、の2冊目になるんですよ。あ、これがね2年目っていうのがまた出て、はい、一応、はい、家族構成が、はい、母が認知症で、はい、と姉がダウン症で、はい、父が酔っ払いで、はい、私が一発屋っていうその家族構成でその毎日また暮らしてるってそこ並ぶわけですね。で実家に症状みたいになるわけですね。実家に戻って今4年なんですけど、はい、はい、その一冊目はその帰ってすぐの時で、今回出るのが2年目っていう感じです。はい。なんかあのノラちゃんと一緒に講演会みたいにやられたんでしたっけ？なんかトークライブみたいのってなんか。あ、ノラちゃんは、ノラちゃんじゃないか。ノラちゃんでいいと思います。ノラちゃんはどっちかというと、その私が、うん、その一発屋で、うん、どんどん仕事がなくなって終わっていった頃に、ノラちゃんのイベントのバーターでよく、うん、あの出させてもらったっていう感じ。そういうことなんですね。そうです、そうです。なんか、平野ノラちゃんと愉快な仲間たちみたいな感じになってるイベントで、うん、そう、愉快な仲間たちにしとくと、その誰でもいけるじゃないですか。うん、まあ、そうは言われてないですけど、で、その中で私もいけたっていう感じです。はい。で、お世話になって。時期もあったんですね。はい、それでこう LINE 交換させてもらってっていう。はい、そうです、そうです。だからもう本当にピンで、はい、あのいろいろ元々はピン芸人で、はい、で太田プロだったんですね。太田プロですね。最初太田プロで、はい、ノンキースの白川さんのお芝居に一緒に出ましたよね。そう、あれ覚えててくださって、はい、ありがとうございます。また、はい、またなっちゃんの芸歴がなんでそんな記憶がそう、ありがとうございます。20年前ぐらいですね。ノンキース西岡さんも太田プロの時、太田プロで、はい、ピンでされてましたよね。一緒に幸せポイントってやったんですか。幸せポイントやるんだ、すごい。そうです、幸せポイント一緒にやって、それ一本できたじゃないですか。全く違います、先輩をやめてください。そう、はい、いろんなコントありました、はい、それで、はい、なんかでももうちょっとあの、はい、大人になってからというか、その大きくなってから私たち会いましたよね。あのもう大人です。大人、中学生でしょ。じゃあなんかのスタジオで前室かなんかでお話しさせていただいて、なんかの、そうですよね。え、違ったかな。多分この書籍の一発目が出る前とかに、はい、そのご家族の話をされていて、なんかそうです、一緒に出るものじゃなくて、なんかそのすれ違いのタイミングの時に、そのなんちゃんがさんは介護のプロだから、ここぞとばかりにシャシャって聞きましたよね。なんかそれは知ってたんですね。あ、そう、はい、そうです、そうです。なるほど、はい、でこういう状況なんですって聞いて、あ、じゃあもう普通に相談行った方がいいかもしれないですね、うん、で地域包括支援センターっていうのがあるので、うん、はい、で行って、今どういう、お母さんはどんな状況なんですか。あ、今あれです、ちょっと、でも、進んできてるかなっていう感じはあります。ちょっと妄想もあって、あと忘れる速度もちょっと速くなってきたかなっていう感じで、はい。でも、自転車には乗るんですよ。はい、あの電動自転車、電動のスイッチは入れないですけど、だからその、すごくないですか。そう、そう、そうなんですよ、うん、修行みたいな感じで汗かいてこいでんですけど、すごいな、はい、だからそういう体力とかはあるし、元気は元気、元気は元気、はい、そうです。はい、そこをね、なんかこうあんまり悲観的になりたくないから、なんかこうね、明るくやってるとこがなんかすごいですよね。本当ですか。大変
実際大変ですもんね。実際大変です。実際ね、実際大変だし、うん、その書くときは、ね、連載が本になってるんですよ、うん、だからその連載は1年前のこと書いてるんですよ。そっかそっか、はい、だからその1年前のこと書くからもうちょっと余裕があるじゃないですか、うん、その書いてるときは、うん、だけどその当時のときは、うん、いや全然余裕ないですよ、うん、はい、そうですよね、うん、はい、なんかもうどうしていいか分かんないまま、うん、最初もうほんと突然あの実家にたまたま帰ったらもうお母さんに一応見つかってみたいな感じでしたっけ、うん、そういう始まり方がそうですよね。部屋が片付いてなくてとかね、うん、そうです。あのもともとその、コロナ禍で、うん、そのお金も貯金もなくなっちゃって、うん、私はその都内に住んでたんですけど、うん、違うもっと安い、マンションに引っ越そうと思ってて、はいはいはい、でなんとか決まってハンコを押してませんぐらいの状態で、うん、家族どうなってんだろうと思って様子見に行ったんですよ、うん、そしたらなんかその、部屋がちょっとゴミ屋敷みたいになってて、うん、でなんか床が砂場みたいになってて、うん、でそこに座椅子があって母が座ってて、うん、頭かち割って死んでやるって言うから、うん、あれってなって、でそのかち割って死んでやるって言って2階に上がっていくから、うん、その姉も連れていくんですよ、ダウンション、はいはいはい、でその2人で死んだら本当にどうしようと思って、うん、そしたらその寝てるっていう、その何を見せられてんだろうと思いながら、それびっくりしたわけですよね。びっくりしました。でも本当にそれまでしっかりしてたお母さんなんですね。そう、そのなんかこうネガティブな発言とかもする母じゃなかったので、うん、でそれを数セット繰り返すんですよ、うん、その頭かち割って死んでやるを、で初めましてみたいに言うから、うん、あなんか変だと思って、うん、で認知症っていう知識が私にあったかでも ほぼなかったですね、うん、だからどう何が起きてるか分かんなかったんですけど、でもなんかその別に私が帰ってどうなることでもないんですけど、うん、でもなんかいた方がいいんじゃないぐらいの、うん、あんま腹がくくってない感じで戻ったっていう感じです、うん、はい、それだけでも大変なの。お父さんがまたね、うんうん、結構ね、酔っ払い、はい、そうそう、プレゼンに酔っ払い、はい、なんか母と父って今もなんですけど、うん、夜喧嘩するんですよ、うん、はい、ほんで、うん、その嫌じゃないですか私、ね、そうすると、うん、姉が空気読んで歌を歌ってくれるんですよ、うん、だいたいそれが蛍の光っていう、なんかそのちょっと、うん、その選択どうなのみたいなのを歌うんですけど、で終わらせるみたいな感じであ、そういうことなのか、ね、じゃないですか。あ、でも2番まで行くからちょっと1番でやめてもらえないみたいな、そういうのはあります。なるほどね。まあそういうことがまあちょっと本に出て、ツッコミ目線もねありながら、このだから2年目って新しくまたこう出したわけですね。ね、はい、そうです。この本がっていうことですよね。そうなんです。なんか、うん、いろいろパワーアップしてまして、うん、あの内容とページ数もパワーアップしてるんですけど、うんうん、一番あの私の文章力がパワーアップしてます。うん、あ、はい、そうですか。だから読みやすかったですもん前回も。本当ですか。すごい情景も浮かぶし。そうそうそう。一冊目が。一、うん、冊目。二 冊目はもっと表現力がアップしてます。うん、あ、そうです、はい。なんでそんな言い切れるの。いや誰も言わないから。私が自分で言うとこだ。言ったこと言ったこと言ったこと間違いない、マイナスプロモーションする意味わかんないですよ。そうですそうです、絶対おすすめですもんね。自信作です、自信作です、間違いないです。もともとその早いじゃないですか、デビューが20歳、うん、そうです19か20歳ですね。中高ぐらいの時からお笑いやってたんですか、西岡さんって。いや、あ、そんなこと聞いてくださるんですか。もちろん、うん、いやもう本当にかもなく不可もなくの、うん、もう普通の子で、ええ、ちょっとテレビに出てみたいとかそういうミーハーな感じで、うん、昔なんかデビューっていう雑誌が、はい、あって、うんうんうん、それに応募したっていう感じ。あった、はい、そうです。あ、じゃあ誰かに憧れ、お笑い芸人の人に憧れたっていうよりは、なんとなくこうテレビに出たいみたいな感じだったんですか。もともとそうですけど、うん、そのなんか金の卵を探せみたいなオーディションで、うん、でそのそれ受かったら、でも誰でも受かるんですよ、うん、で特に女芸人さんが少なかったからめちゃくちゃ受かりやすいんですよね、うん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 、で受かっていったその太田プロの事務所に山田邦子さんがいらして、うん、それはもう、はい、生で見れて、うん、すぐ見れたんですよ、うん、だからわーってなって、はい、はい、で山田邦子さんみたいになりたいっていうのはすごいありました、うん、うわで、すぐ割とそのまだ女性が少ないから山田邦子さんの番組の前説もさせていただいて、はい、だからすぐテレビ局行って、なんか別に私は前説なんですけど、なんかその売れたような気がするじゃないですか、はい、そっからが長かったです。あ、はい、そうですか、はい、そっからがそのコンビになったり、コンビ、ね、はい、コンビになったり、そうですね、そう、もう渡辺行ってから、そうです、行ってからです、はい、でコンビ解散した後に、はい、エンタの神様ですか、あれ。そうです、ブレイクしたきっかけ。そうです、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 そうです。それともう一個、うん、なんか違う番組で、うん、そのボンテージを着て、うん、ジャネット・ジャクソンに会いに行くという企画があって、うん、めちゃくちゃおもろいじゃないですか。深夜なんですけど。何の番組ですか。じゃなんかそう、本当にそれ一回だけの番組で、で別に本当にそのエンタの神様全く出ない頃に、うん、そのコスチューム着て、ムチ持って、ジャネット・ジャクソンがその時そのダイエットかなんかされてて、
て、でそれがリバウンドしていないかを見に行くっていう企画 で、うんうん、で番組のタイトルは、はい、ボンテージよくてジャネットジャックじゃないんですよ。違う、なんかちょっと忘れちゃったんですよ。テレビ東京のその番組じゃないですよ。違う、なんかでも深夜で行かせていただいて、その時に西岡さんは、はい、そのボンテージキャラをもうやってたんですか。いやでもやってないですし、やってないで、はい、とにかくそのエンタの神様でこうネタ見せをして、でそのなんかネタでは喋れるけど、その外に行った時にどう喋るとか全くないままにふわ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 会いに行って、でなんかその私が会いに行った時にジャネット・ジャクソンさんが日本に来日するって、その行き違いになって、結果何しに行ったか分かんないみたいな感じに。いやそれも把握せずに行ったんですか。じゃあちょっとゲリラで行こうとして分かんないんですけど、じゃあなんかでもその行ったら行ったでここにジャネット・ジャクソンさんがいるんじゃないかっていうのをこうあちこち行くんですけど、でなんかそのもうすぐ会える、もうすぐ会える、そのなんか薄い電波少年の電波少年の真似したなんかやばいディレクターの番組みたいな。会えるわけないな、絶対無計画でしょそれ。それで会えないですってなって、でそのさ今日本に来てるってなって、えー、って言って終了したっていう。あ、じゃあ実際それで、ね、その時は SM のネタをやってたんですか、もう。やってなかったです。もうすぐエンタの神様ですみたいな時だったと思うんですよね。エンタ出る前に、そうです、それでやってた。買ったボンテージでしょ。そうですそうですそうです、そうです。どこで買ったんですかボンテージ。それは原宿の、はい、そのなんかそういうなんていうんですか、衣装ばっかり売ってるお店ありますよね、竹下通りの中に。竹下通りをずっと明治通りに向かって左手にあるコスプレ屋さんみたいな。そうですそうです、はい、そうです。でムチだけはそういうその、その専門の店で買うっていう。あ、行ったんですか。はい、そうです。はい、いきなり SM になろうと思ったんですか。あれは、あれはあれです、あの当時レーザーラモン HG さんが毎日テレビに出てらして、でそれのこの女性版はどうかと思って、HG さん先なんだ。そうそうです、すごい先です。で毎日出てらして、それをこのテレビで見てパクって行ったっていう。HG さん、すごい。あ、そう、女性版みたいなイメージだったんですか。そうですそうです。で全然知らなかった。ああ、で私がそのテレビに出れるなってから、たまたまその HG さんにお会いすることがあって、うん、でその今させていただいてるんですけど、このまま続けていいですかってお聞きして、うん、さあもうどうぞどうぞってなって、うん、でもなんか今思うと事後報告だからそれダメって言わないよなと思って、なんかまあ全然あの私あんまりそのもうめちゃくちゃブレイクしてた時にお互い共演みたいなのあんまなかったんですね。はい、ほぼなかったです。はい、そうです。そうそうか。はい、そうですそうです。なるほどね、知らなかった。本当にありがとうございます。最近勉強したんですか、 SM の勉強とか。あ、しました。あのもう出てすぐ、やっぱそのなんですかね、エンタの神様以外は、そのトークとかでも、ほぼ全部しくじってるんですよ。しくじってる。はい、あの、ほぼ全部こう失敗したり、番組にご迷惑をおかけしたりってこう能力不足があって、まんまくいかないことがあって。そうです。この辺の話詳しく聞きたいですけど。何でしくじったって、何でしくじったの。全部しくじってるからちょっと何ですかね。代表的なもので言ったら27時間テレビとか、はいはい、27時間、はい、でしくじったりとかして、で炎上したりとかして、でももう全部ありましたありました。泣かれた時です、ね、はい、その泣くともいろんなとこで泣いてたらちょっともう分かんなくなっちゃってますけどSM キャラの女王様なのに泣いちゃう。よく泣いてましたよね。今日私泣いてきてますよ。自分みたいになってますけど。いやめちゃくちゃ面白いです、その時の話。一旦 CM 骨情を挟んで、引き続き西岡澄子さんお世話になります。なんで緊張しちゃったの。日本放送 The Radio Show。 クレジットカードキャッシングの過払い金、もう時効で取り戻せないと思っていませんか。実は時効でも返金してくれるカード会社が何社かあるんです。あなたの過払い金間に合うかも。無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10の中央事務所へ。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。続いて日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの丹羽さん、お願いします。はい、圏央道の筑波ジャンクション方面への外回りは桶川北本インターに大型トラックが故障して止まっているため6キロ半の渋滞です。首都高速道路は中央環状線の板橋ジャンクション方面への内回りが王子北に落下物があるため千住新橋まで5キロ、影響で川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に東両家まで3キロ半の渋滞です。
横羽線の上りは大師で事故のため3キロ渋滞しています。神奈川県の指導環状2号線は新横浜方面への外回りの横浜市と塚区信濃町で事故の調べが行われているため2キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの庭でした。庭さんありがとうございました。次の日本放送交通情報は辛坊治郎ズームの中で3時56分頃お届けします。山、斜面地を売るなら TR コーポレーション。管理が大変で困った土地を売るなら TR コーポレーション。不動産売るなら TR コーポレーション。横浜で開発、造成20年の信頼と実績、拓亮建設グループ TR コーポレーションで今すぐ検索。ナイツ The Radio Show。さあ今日はゲストに西岡澄子さんをお招きしております、はい、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ウォッチャーさんからメールが来ています、はい。ご自身のエッセイポンコツ一家2年目の映像化を目標とされているということですが、はい。キャスティングできるなら出演を依頼したい俳優さんいらっしゃいますか。あ、そうだね、聞かれるんですよね、うん、そうですね。いや、もうやってくださるなら本当に誰でもと思うんですけど、理想を言っちゃう。やっぱり名前を言わないと。三谷幸喜さんなんかは、はい、まあ、当て書きで書くらしいですから、ね。あ、そうですか。俳優さんが決まんないと多分書いてくれないと思うんですよね。そしたら、うん、やっぱりその私に近しい方ということで、はいはい、吉瀬美智子さんとか。あ、ちょっと似てる顔の。はい、私はその吉瀬さんを目指してるので、うん、髪型とかだから、はい、私は勝手に吉瀬さん目指してたんですね。目指してます。なんとなくわかりますよ。吉瀬美智子と言われてます。千葉の吉瀬美智子と言われてます。寄せて寄せていってるので。そっか、はい、できれば決まりましたね。吉瀬美智子さん、そうですね。まあ、年齢もちょうど決まりました、ね、決まりました。本当ちょっと待ってください、うん、私もう名前出すのが申し訳なくて、ちょっと。いやちょっともうこれ以上やめてください。私でストップしてください。すごいすごい、はい、いいですよこれは。申し訳ないです。本当ラジオネーム本ビリさんですね。西岡澄子さんがジャネット・ジャクソンに会いに行ったのは河津くんの検索生活という、それクリームシチューのお二人が MC の番組の企画みたいです。それです、それです。ロサンゼルスに行って空港で手荷物検査で引っかかったりしたそうですが、うん、SM のコスチュームが怪しまれたんですかということを。あれはあれです、そのやっぱりその時代もありましたので、とりあえずあのボンテージで乗れるのかっていうので、まあ、そのまま行きますし、ボンテージを着たまま行ったんですね。まず行って、まず、うん、で、まあ、途中でその多分確かカーディガン羽織って入って怪しいですねのとか、であと多分ムチで引っかかったんじゃないかな。そのムチにその金具がついてたりもしたしっていうのもあったっていうことだと思います。これは何に使うんだみたいな、そういうことです。下りがあったわけですよね、はい、そうです。なんか説明したわけですか。そうですね、あの、うん、その女王様キャラをさせていただいててっていう話をそらしますよ。それロサンゼルスの人に今まとめられて、世界共通の女王様キャラってこれで合ってんですかね。なんかわからん、これね。クイーンですもんね、だって女王様っておかしいですよね。全然わかんない。なんか私違う番組の企画で、はい、ダイビングの企画、うん、そう Q 様でさせていただいて、うん、なんかその潜水で、なんかこう、はい、ちょっとマニアックな競技なので、はい、優勝しやすいんですよ、うん、で日本で優勝してで世界大会に行くんですよ、うん、でスロベニアっていうところに行ったんですけど、スポーツのダイビングをやったんですか。そうです、日本代表でその行った時がその、ちょうど、女王様を、になった時なんですよ、ちょっとテレビに出始めた時はただのお姉さんだったんですよ、はい、である時急にその女王様になるんですよ。だからテレビ的にもなんかちょっと変な感じがするんですけど、でもう世界大会行く頃にはもう女王様だったんですよ、うんうん、でその、その現地で、うん、私日本代表ですっていう証明がなかなかできなくて、うんうん、泳げるんじゃないかっていうギリギリのところで、うん、はい、なんとか証明して、はい、っていうのはありました。結局で大会は女王様では行ってないですよね、そのだからそのあれです、あのテレビの企画で行ってるから、女王様で行って、はい、そだからその、でも大会はちゃんとした大会だから、うん、この元々のその選手の顔と私のいでたちが一致しません。それが違うから、はい、あ、通らない。カツラも被ってたしね。被ってました。で、ムチも持ってましたし、だからそう、なんで本当に選手なんですかっていうので、はい、出なくて、もう本当に危なくその泳げないギリギリのところで、そうなんだ、はいはい、入れたっていうのは。確かにだからあのコスチューム脱いだ時とか、かなり勇気いったんじゃないですか。ノラちゃんもそうですけど、はい、ね、徐々にこう徐々に徐々にね、
普段に戻っていったって感じです。そう、徐々に徐々にだっけし、ね、そのなんかその、うん、なんていうか、その、で、能力ないとかいうのはすごい自覚してるんですよ。だけど、うん、その、やっぱ生き残りたいから、その、その、ボンテージのまま行くのか、それともちょっとずつ私服にしていくのか分かんないけど、でも多分私服の方が自分としてはいいんじゃないかと思って、だからちょっとずつその服を着ていくわけですよ。薄着だったから、そのカーディガン着て、そう、ちょっとこう長いパンツ履き出して、あとムチもちょっとずつちっちゃくしていくわけですよ。ちょっとちっちゃいけど持ってんだ、一応持ってます、持ってます。で、なんかたまにあーってやらなきゃいけないから、ちょっとちっちゃいのポケットに入れといてすぐ出せるようにしたりとか。最後らへんは胸ポケットに入るムチとかあったんですか？ありました、めっちゃ最後はそうして、はい、したりとか。で、ちょっとずつ色入れてってみたいな。はい、で、ほんとにちょっとです。もうだいぶ抜けましたね。はい、ほとんど残ってないですもん。ゼロですもんね。そこでもノラちゃんはそこをちょっと見て学んだのかもしれないですよね。いや、そうじゃない？少しずつシフトチェンジするのをね、言ってたからノラちゃん。そうですか、うん、そんな見てたのかもしれないですよ。そんなに尊敬される先輩じゃないですよ。短くなってたんで。あ、ノラちゃんは本当に私のことバカにしてますから。本当にノラちゃんは。だからちょっとなんか一緒にいやすいっていうのもあるんですけど。はい。居心地いいんだ。あの子は私のことバカにしてます。遠慮してない感じはもう。してないです。本当に。私なんか、本当にネタが、営業でやるネタが本当に本数少ないんですよ。でもなんか、ちゃんと出せるのがもう2本ぐらいしかなくて。はいはい、で、その毎回同じことを長年やってるのをノラちゃん見てるわけですよね。で、私、いつも、その、本番出る前に、西岡すみ子だよから練習しないと できない人なんですよ。練習しないとできない人なんですよ。流れが、一連の流れが無理なんですよ。で、そう、で、その楽屋一緒だから、私が西岡って言ったら、ノラちゃんが横で、徳馬だよって言ってきたんですよ。もう無理なんですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、やめて、やめてって言って。すごいやるんですよ。本番出ていく時とかでもやるから、ちょっとやめて、マジでって言って。そうですね、西岡って言ったら、まあ、徳馬の方来ちゃいますね。真面目な先輩だからね。みんな面白かった、ね。あと、左キラーの西岡ね、巨人のね。左キラーの西岡。それじゃない。ドラちゃん寄りですね。ドラちゃん寄りですね。ね。じゃあ、ありがとうございます。コーナー参りましょうか。はい。はい、今日のスポットナイツ。はい。この時間はゲストが今一番気になる話題を伺っております。ハマってることとかね。はい。最近悩みでもいいんですけども。何かありますか？自慢したいことがありまして。自慢したいこと。はい。なんか唯一の趣味で、ベジタブルカービングってわかりますか？あ、めちゃくちゃ。スイカでやりました。すごい、私よりすごい。スイカめっちゃ難しいですよね。ベジタブルカービングって何ですか？ベジタブルカービング。なんちゃんお願いします。なんでだよ。なんでだよ。なんちゃんお願いします。スポットナイツだから。これはゲストのスポットナイツ、なんで自分が説明したくそうだから。説明してくださいよ。カービング。ベジタブルカービング。まあ野菜とかその果物とかにその彫刻刀で彫って。飾りみたいにしていく、うん、お花とか顔とか、それを自分は企画でやったんですよ。はい、スイカでやりました。スイカがすごいのは、私は人参とかなんですけど、なんですかね、スイカって3色出るんですよね。最初のその緑の色とちょっと掘った白が出て、最後赤が出るじゃないです か、うん、だかそれをこう微妙に使える人じゃないとスイカってなかなか掘るの難しい。掘り方によって色が出てくるわけだ。そうなっちゃめっちゃすごいんですよ。だからはい。何に作ったの？そのスイカに。スイカで何を？なんかお花ですね。お花を。番組の企画の。そのプレバトとかでよくアートとかってやるじゃないですか。ああいう感じでやったんですか？ああいう感じでやったんですけど、呼ばれたことは一切ないです。完全に趣味で。絶対呼ばれると思う。それをやってるんですか？見てほしいです。いいですか？見たいです。なんか、それだけのインスタをやってて。わかんない。あ、それだけのインスタをやってて。で、それだけのインスタがめちゃくちゃ人気ないんですよ。だから、その、ちょっと、なんか、申し訳ないんですけど、ちょっと待ってください。あ、どうしよう。なんか、こういう感じです。あ、なんかカラフルいっぱいありますね。ベジタブル、ベジタブル。何が一番あるか。これ、人参の竜なんですよ。あれ、すごい。めっちゃすごいじゃないですか。マジですか？え、すごい。こんなんだ、だって、中国料理の、そういう時に載せるやつですね。あと、なんか、ちょっと待ってください。めっちゃすごいじゃないですか。なんて検索したら出てくる。あ、多分人気なんで何検索しても出てこないです。ごめんなさい。そんな寂しいことない。ちょっとごめんなさい。ごめんなさい。見たい。実在してるんですか？ごめんなさい。西岡すみ子で出てくる。出てこないと思います。出てこないですか？人気がないから出てこない。ちょっとごめんなさい。これインスタですか？私がインスタです。インスタです。西岡すみ子でインスタで出てくる。ちょっと出てこないと思います。見てほしいのか見てほしくないのか。見てほしい。見てほしい。絶対出てきますよ。だから、私が今見せないと多分無理だなと思って今見せてるんです。
なんかアカウント名みたいなのは西岡澄子ではないんですね。あ、西岡澄子です。めっちゃうまいじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。何これ。あ、嬉しい。嬉しい。え、お花これ全部野菜なの？そう、野菜です。めっちゃうまいじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しい。出てくるじゃないですか。みんな優しい。みんな優しい。出てくる。フォロワー俺より多いじゃないですか。もう、ちょっと。もう、そんなことか、もう。そんなことあります？だって土屋さんのアートすごいじゃないですか。いやいやいや、すごいですよね。出てきますよ。あ、西岡澄子サラダで検索すると、はい、そっちが出てくるんですね。もともとサラダで花を作ってたんですよ。で、そのうち、そう、竜とかやりたくなってっていう。すごいですよ、ね、ありがとうございます。いや、すげえ、めっちゃ嬉しい。嬉しい、ありがとうございます。そんなにこれはなんか、はい、その個展とかはできないですよね。野菜だからすぐまた腐っちゃうから。あ、確かに腐っちゃうのもありますけど、ね、でもそんなになんかその私の需要があんまないと思いますけど、その個展とかなんかこれは何かやるん、はい、いや予定はないですから、はい、俺はなんとか三谷幸喜さんつなげますんで、はい、なんとか狩谷崎翔子さんつなげます。あ、嬉しい、嬉しい、めっちゃ、ね、はい、あ、言ってよかった、言ってよかった、めちゃ知らないけど、カリカザキちゃん会ったことないから、ぜひぜひ、めっちゃ嬉しい、今日喋、ねね、はい、ってよかった、うん、ありがとうございます。カリカザキさんを紹介してつなげてほしい、つなげてほしい。ありがとうございます。夢が広がりました。いや、もうそろそろお別れの時間ですけど、はい、ですか、何かじゃあもうお知らせ、はい、改めてあれですね、このお知らせも本当に一択ですね、はい、あのポンコツ一家2年目が、はい、発売になっております、はい、2冊目です、講談社より税込み1650円で販売中ですので、うん、ぜひあのお手に取って笑っていただきたいなと思っております。はい、はい、ということで、はい、この時間のゲスト、はい、西岡澄子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。確認は0120-10-10-10。ここで中央事務所に電話をして現金を受け取った70代男性の感想をご紹介します。過払い金、過払い金と CM ではよく聞いてましたが、借りていたのも古い話だし、毎回借りても5万円ぐらいだったし、正直人事でした。だけどちょっと空いた時間にあればラッキーくらいの軽い気持ちで0120-10-10-10に確認の電話を。そしたらびっくり、45万円もの現金が入金されました。もっと早く電話すればよかったですね。自分が対象かわからなくても確認はタダですし、まずは試しに電話してみるのもありですね。もしも家族や友人にまだ電話をしていない人がいたら、簡単だからダメ元で一度電話だけはしてみてと言ってあげたいと思います。さあ今すぐあなたに現金がいくら戻るか、0120-10-10-10 0120-10-10-10 でお気軽にご確認を。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 明日お昼はラジコで聞けるんです。ジェネリック日本放送ラジオリビング。さあラジオリビングです。相島かのアナウンサー、よろしくお願いします。はい、お願いします。今日はですね、6年ぶりに、うん、新シングメーカー西川の羽毛布団をご紹介するんですけれども、はい、なんと驚きの1万円台実現しました。西川で、そうですよ、老舗西川で1万円台という羽毛布団ですよね。そうなんですよ。で、西川社内でも価格破壊到来かと、うん、どよめき起こったくらいの驚愕プライスになっております。これは怒るでしょ、どよめき。本当にもうとんでもなくお安いお値段で抜群の品質の羽毛布団をお届けするっていうのをテーマに2年がかりでこちらのお布団を取り組んでまして、やっと商品化できたんですよ、うん、自信を持っておすすめします、うん、今回合計500枚限定でご用意してたんですが、すで、うん、に残り180枚。めちゃくちゃ少なくなった、ね、もうちょっと寒くなってきたからね。そうなんですよ、やっぱり朝晩冷えるじゃないですか、うん、そうよ、なのでもうとんでもなくですね売れております。
て暖かさと軽さに差が出る最も大切な羽毛なんですが、今回希少なイギリス産のホワイトダックダウンを使ってます、うん、世界の羽毛生産量のおよそ 0.2% しか取れない希少中の希少な、ね、羽毛なんですけども、イギリスは北海道よりもさらに北に位置する極寒の地ですから、水鳥がこう体を温めるためにダウン自体っていうのはすごく大きくなってるんですよ。イギリスってそんなに寒いんだ。そうなんですよ、やっぱり寒くて、で一つ一つのダウンが大きくて、こうたくさんの空気を溜め込むからこそ暖かい。で羽毛布団のランクを星で表現するなら四つ星クラスにですね相当する高級ランクの羽毛布団です。しかも希少なダウン使ってますので、より丁寧に仕上げるために日本の工場で作った国産品です、うん、今スタジオにサンプルありますけども、うん、加工前のダウンってちょっとボリュームが少ないんですよ。あの油分とかゴミとかがやっぱり入ってるので、はい、それを日本でこう加工することによって、うん、今那須さんが持ってるもう同じ 10g なんですけど、うん、容器こうみちみちにね、まあ、全然違う、思えないね。同じ量なんですか。同じ量なんです。 10g10g すごい膨らんでる感じだよね。すごいですよ ね、 やっぱり傘がね。そうなんですよ。でこれでも驚愕のお値段、品質、日本で作った国産品、もう全てに妥協することなく作り上げた渾身の力作です。さあお値段です。老舗寝具メーカー西川のイギリス産ホワイトダックダウン高級羽毛布団、店頭で同じランクの羽毛布団買おうとすると、まあ、10万円以上します。正直なんですが税込み19,800円。もう驚きですよ。すな、もうあの清水寺から飛び降りる思い出っていう風にメーカーさんも、ねうん、西川さんもおっしゃってました。本当にそれくらい、本当に言ってました、ね、スタジオの外でもねうなずいてますからね。本当です。本当にこれだけお得なのはなかなかないですけども、2色組さらにお得でして4万円を切って税込み38,900円。いや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 、やっぱりね2色組で買われる方も多いですね。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-86 です。このご紹介の羽毛布団、たっぷり1キロのダウン入ってるんですが、スタジオに今那須さん、そうなっちゃんが今手をこうやってやってる、うん、すごいふかふかで弾力めっちゃありますね。ふわふわですよね。本当もうだって2倍くらい傘高が今ちょうど下にですね、うん、一般的な羽毛布団あるんですけど、そうなんです。じゃあもうマットレス、最近マットレス変えたから。そう、 そうですよね。あと羽毛布団だね。すごい。土屋さんが持ってらっしゃる。軽い。これ同じ1キロなの。厚みがあって軽い。そうなんですよ。腰薄くて重いの。そう。腰薄くて重いの。変えることをおすすめしますね。やっぱり傘がある。ちょっと正面触ったね。ちょんちょんって触りますけど、本当にね。軽い。もう全然違いますよ。同じ重さなのにこの感覚違うっていうのはやっぱりこの傘の ね、 ね高さとやっぱりふわふわ感なんですけど、高ね、うん、高そうだな。なんです。でも創業して458年経つ老舗寝具メーカー西川、もうすごいところたくさんありますけど、うん、やっぱり加工の技術力、うん、もうダウンをふっくらこう磨き上げて膨らませて空気たっぷり溜め込むようにしてるから、この今那須がポフポフされてるお布団です、うんね、もう同じ重さなのにやっぱりこれだけ違うっていうのはその技術力ですね。で今回さらにお安くご提供できたのは、あの夏の工場ってあんまりこう稼働しない閑散期なんですよ。そうなんです。羽毛布団をやっぱり冬に向けて作りますので、そこを狙ったからこそ安い。なるほどね。で色も今こちらスタジオにある可愛いベージュ系ナチュラルですね、とブルー系からお選びいただけます。さあ老舗寝具メーカー西川のイギリス産ホワイトダックダウン高級羽毛布団、税込み19,800円、2色組さらにお得、4万円切って税込み38,900円です。関東1都6県は送料込み、お届け返品についてはお問い合わせセンターへ。お申し込みはフリーダイヤル 0120-1242-860120-1242-86 までぜひどうぞ。前島からアナウンサーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ベリーベスト法律事務所より大切なお知らせです。建設現場や工場でアスベスト、石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。対象は大工だけでなく、内装、電気工、吹付工、左官、配管工、解体工、現場監督など。またアスベストの製造工場のみならず、医薬品、化粧品、プラスチック、ゴム、ガラス、セメント、繊維の工場など、さらに現場や工場に出入りしていた方、運搬していた方も可能性がありますよ。特に中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方、または労災保険を受けた方や、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。対象者が亡くなっている場合は、
遺族の方が対象です。例えばお父さんが建設現場や工場で働いていて肺の病気でお亡くなりの場合、奥様やお子様が賠償金、給付金を受け取れる可能性があります。救済をまだ受けていない方は、大体の職歴と病状が分かれば、いくらもらえるのか、無料で確認できますので、お電話を。0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。おかげさまで開局70周年、笑顔になあれ、日本放送。あなたとハッピー、かけあなただしです。熊谷美穂です。明日は新潮社、中瀬ゆかりさん登場。奇跡の実話、アウシュビッツの小さな馬屋版をご紹介。さらに動物愛護に取り組む女優の杉本彩さんも登場。海洋プラスチック汚染問題について伺います。ハッピーは明日も朝8時から。羽衣フーズプレゼンツ、備えレシピショー。この時間は羽衣フーズがお送りします。なっちゃん本当におめでとう、よかったね。ありがとうございます、本当によかったです。おい、なんかあったっけ。そなんか俺知らないわ。いや、あの気温がちょっと下がって快適になったじゃないですか。おめでとうってなんだよ。あの頃はさ、エアコンの温度で喧嘩してたけどさ、仲良くしようよ。そうですね、仲良くしましょう。まあ仲良くするならよかったけど、秋って本当にいいですよね。気温も快適だし、食べ物も美味しくて、幸せってこういうことなんだなって。幸せをかみしめてるね。なっちゃん、秋の味覚だと何が。クリ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 。相当怖いって。羽衣フーズプレゼンツ、備えレシピショー。クリ、即答と即レントは違う。何が嫌なんですか。だけでいい。何が嫌なんですか。クリ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 って何回も言うのは即レントなの。即レントは嫌いなんですか。嫌い。即答は好きなの。即答は好き。でも先週自分防音って言った時は3回4回言いました。防音防音防音って。そうそうそう。記憶にございません。よくわかんないけど、ね、さあ、備えレシピショーのコーナーです。このコーナーでは防災と食をテーマに、羽衣フーズさんの商品や誰でも簡単にできるレシピを紹介していきます。コーナーにお付き合いいただくのは、管理栄養士で防災士の資格をお持ちの今泉舞子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今日はリスナーさんからいただいたメッセージを紹介します。メールを送っていただいた方の中から抽選で1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。それでは早速メールをご紹介しましょう。はい、栃木県にお住まいのともえさんです。備えレシピショーのおかげでローリングストックは耳なじみがあり記憶に残っていました。ナイツさん、なっちゃんへの防災抜き打ち質問の回ですが、とても良かったです。自分ごとで私も質問を受けているような気持ちになり、携帯トイレなど全く準備できていないことに気づきました。その一方、なっちゃんの日頃の備え、防災意識の高さに感心です。なっちゃんを見習い、早速今週中に、用意しようと思います、うん、気づかせてくださった羽衣フーズさん、先生、ナイツさん、なっちゃんに感謝です。おー、ありがとうございます。どうもありがとうございます。抜き打ちテストいいですね。いいですよね、うん、一緒に考えることで防災を自分ごととして考えられますもんね。なるほど。あの防災用品点検の日は年に4回やります。3、6、9、12月の1日。3の倍数。はい、で今度12月1日も抜き打ちテストチェックしちゃおうかな。抜き打ち1日にしちゃおうかな、しちゃおうかな。言っちゃうんだ、抜き打ちだって忘れちゃうのや。でも忘れちゃうからな。うん、さあ続いてね、はい、私呼びます。あきこさん、47歳女性の方ですね。台風7号でほんの30分ぐらいですけど停電を経験しました。ペットボトルの水と多めの保冷剤を凍らせて暑さ対策をしておいたのですが、この停電の状態がいつまで続くのかと不安、とても不安な気持ちになりました。それから準備していた懐中電灯も思いのほか明るさが足りず、見直すきっかけとなりました。実際に経験してみると、まだまだ準備し足りないことがたくさんあるんだなと身をもって実感した次第です。
わかります、ね、なんかねつけてみたら意外と懐中電灯全然明るくなかったりしますね。もう電池弱かったりね。チェックしないとダメだ。冷凍庫の食材が気になってしまう。ああ本当だ。30分でまだ良かったですけど、1時間もするとアイスクリーム溶けますよね。そうそう焦って食べちゃうかもしれない。そんなすぐ溶けちゃうんだ。本当にやっぱり停電も断水も自分が経験すると自分に足りない備えって分かりますよね。もう皆さんももし3日間停電したら断水したら何が必要かっていうのを考えて備えてください。なるほど、はい、3日間想定して、ねはい、さあ続いてラジオネーム氷枕さん35歳男性の方です。水曜日のラジオショーでは炊き込みご飯の話が最近よく出てきます。今泉さんがもし炊き込みご飯を作るならどんな食材を使いますか。はごろもフーズのシーチキンが好きなので、うんうん、炊き込みご飯を作ってみたいと思っています。いいですね、うん、あの私おこわが好きなので、炊き込みご飯を作るときに切り餅を切って上に乗せて炊き上げて混ぜるとおこわ風になるんですよ、もち米じゃなくても。そうなんです。そこでこうちょっと中華ちまきみたいに中華味にしたりしても美味しいです。ね、であとやっぱりシーチキンの炊き込みご飯おすすめです、うん、ヘタを取ったトマトを丸ごと1個乗せて炊き上がって崩してそこに塩昆布とあと青じそ入れて和風にしたり、うん、またはパクチーたっぷり入れてレモン絞っても美味しいです。ぜひお試しください。シーチキンも一緒に、はい、シーチキンを入れてトマト丸ごと、はい、ヘタを取ったのをポンって入れるだけで炊いちゃうんだ、はい、で炊き上がったのを崩すと美味しいです、うん、めちゃくちゃ美味しそう。水の量はじゃあちょっと若干少なめにしたほうがいいですね。はい、でも私はいつも普通通りにしてます。あ、本当ですか。はい、ぜひやってみてください。もう真っ赤になるんですかご飯。いや、そんなに真っ赤でないんですよ。トマト崩してその赤みがちょっと出るようなリゾット風な感じで、お出汁も出て美味しいんですよ。トマトの美味しいです。シーチキンのご飯美味しいんだよ、ね、シーチキン美味しいですね、はい、さあ皆さんたくさんのメールありがとうございました。それではクオカードの当選者を発表しましょう。なっちゃんお願いします。はい、クオカード3000円分が当たった方は、栃木県にお住まいのともえさんです。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらでぜひストック食品を買っていただいてこのコーナーで紹介した備えレシピ作ってみてください。ということでこのコーナーへの感想や今泉さんへの質問、また備えレシピを作ってみましたといったメールもお待ちしています。受付メールアドレスは rs@1242.com rs@1242.com 件名に備えレシピ賞と書いて送ってください。お送りいただいた方の中から1名様に3000円分のクオカードを差し上げます。来週はストック食品を美味しく食べられるレシピを今泉さんにご紹介していただきますのでよろしくお願いいたします。レシピは番組ホームページから見ることができる特設ページにも掲載するのでそちらで確認してください。そして番組特設ページでは羽衣フーズのシーチキンが入ったシーチキンストッカーボックスのプレゼントもしています。応募フォームがありますのでそちらからご応募ください。今泉さんありがとうございました。ありがとうございました。以上羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショーでした。例えば災害などもしもの時不安な気持ちを和らげてくれるのは普段のお料理なのかもしれません。いつもの食材を多めに買って使った分だけ買い足すローリングストックが注目されています。羽衣フーズはシーチキン、シャキットコーン、ポポロスパなどローリングストックに役立つ商品を取り揃えています。食べながら備える暮らし始めませんか。羽衣フーズ。食べる、買い足す、備える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 。普段よく使う食材を多めに買っておいて食べた分だけ買い足すことをローリングストックと言います。シーチキン L、 シャキットコーン、朝からフルーツ、ポポロスパ、パパッとライス、羽衣フーズの商品でローリングストック始めませんか。羽衣フーズ。羽衣フーズプレゼンツ備えレシピショー、この時間は羽衣フーズがお送りしました。時刻は2時54分です。続いて日本放送ニュースです。ニュースデスク後藤さんお願いします。はい、お伝えします。
中国国防省は核ミサイル部隊を管轄するロケット軍が今日午前、模擬弾頭を搭載した ICBM 大陸間弾道ミサイル1発を軍事演習で発射したと発表しました。 ICBM は太平洋の予定海域に落下したとしています。中国国防省は特定の国家や目標に対して行ったものではないと強調し、今回の発射は年次演習の計画に基づき、国際法や国際的なルールにも合致していると説明しました。また事前に関係国に通報したということです。中国国営通信の新華社によりますと、 ICBM の発射は武器の装備や性能、部隊の訓練レベルの検証に有効で、当初の目的を達成したとしています。一方、日本の木原防衛大臣は記者団に、我が国に関係する船舶について被害の情報はない、情報収集分析を続け警戒監視に万全を期すと述べました。次です。 ANA ホールディングスが2025年大阪・関西万博の目玉となる空飛ぶ車について、一般客を乗せて飛行する商用運航を見送ることが分かりました。 ANA ホールディングスによりますと、万博の開幕までに安全性に関する日本とアメリカ当局の許可、認可を得るのが難しい見通しになったということです。万博では ANA のほか日本航空、丸紅、それにスカイドライブが空飛ぶ車を運行しますが、丸紅とスカイドライブはすでに商用運航の断念を表明しています。日本航空も商用運航を見送る方向とみられ、万博での空飛ぶ車はすべてデモ飛行となる可能性がより高くなりました。次です。兵庫県の斉藤元彦知事は、県議会で不信任決議が可決されたことを受けた進退の決断について今日、最終的な段階に来ていると述べました。斉藤知事は、辞職や失職を選ぶか、議会の解散に踏み切るかが注目されていますが、結論は示していません。なお、県議会では今日から代表質問と一般質問が行われる予定でしたが、不信任決議が可決されたことを踏まえ、取りやめとなっています。おしまいに、アメリカ大統領選挙をめぐり、ニューヨークタイムズが実施した世論調査で、激戦とみられるアリゾナ州など3つの州で、共和党候補トランプ前大統領の支持率が民主党候補のハリス副大統領を上回っていることが分かりました。これは西部アリゾナ州と南部ジョージア州、それにノースカロライナ州の3つの州で、ハリス氏はこれから黒人や女性票の掘り越しを図るものとみられます。アメリカ大統領選挙は11月5日で、決戦まで1ヶ月半を切りました。この時間のニュースは以上です。後藤さん、ありがとうございました。あつらじ、いつでもみんなのプロ野球、日本放送ショーアップナイター。今日はパチンコ&スロットアミューズ、次もその次もアパホテル、他の提供でプロ野球の熱戦を試合終了まで完全実況生中継します。日本放送ショーアップナイターは今日夕方5時50分から。はい、ゲストの感想ですね。リサイクルショップさんです。ゲストの西岡澄子さんのポンコツ一家がドラマ化したら、西岡さんは木瀬美智子さんに演じてもらうと聞いて、私は以前からずっと似ていると思っていたので、めちゃくちゃ納得しました。声も若いので、なんならご本人に演技の仕事があってもいいと思います。本人役でね、本人役ってことも、まあ、できなくはないですもんね。本人役いいんじゃないですか、だいぶ、ね、自分がね、演技 できないことはないですよね、うん、ね、うん、ってことか。で、同世代がやるんだし、同世その中に、うん、ね、そうだよね。ほとんどリアルタイムの話だから、吉瀬さんのでもボンテージ姿も見たいけどなやっぱそういうシーンも入ってくるわけか。重要なとこね。ああ、うんうん、そっか、やっぱエンタのシーンとかもね、入れないとやっぱり、じゃあやっぱ吉瀬さんじゃない。そっか、やった方がいいのか高麗人参健康食品通販市場売り上げナンバーワン、錦糸高麗人参の神秘の神秘の健康力、健康力、健康力、元気健康絶好調、神秘の健康力。お問い合わせは 0120-66-7 が4つ、または神秘の健康力で検索。
夫が残した古いカメラどうしよう。その時でした。カメラの北村なら。天から夫の声が。出張査定で漏れなくクオカード。え？僕からのプレゼントと思って。あなた。出張買取はカメラの北村。電話は 0120-157-999。 繰り返してくれる？ 157-999。 はい。ベリーベスト法律事務所は現在、おじいさん、お父さん、ご兄弟をアスベストで亡くされた方を探しています。ご遺族には国から最大1300万円の救済の可能性があるので、0120-70-7000番、70-7000番にお電話を。第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。上昇水曜日、この時間はこちらのコーナーをお届けします。はい。不安になるな。不安だな。不安になるな、このま。本当、はい。今もやっちゃったね。悪い癖が。はい。このコーナーではちょっと納得がいかなかった時とか、反抗するほどじゃないけど相手をちょっとだけ困らせたい時に、はい、と言ってしまったことを送っていただきます。はい。それでは早速紹介しましょうか。何？昨日もなんか大泉のユメリアホールの係員の説明、皆さん、じゃあよろしくお願いしますと後に、はいって言って、癖だね、これ。言ったの、うん、言ったんだ、うん。不安にさせてる。不安にさせるなよ。一般の方を。安心させてよ。もう。一般の方まで。はい、じゃあ、ラジオネーム、茶おじさん。はい。美容院で新人のアシスタントさんが、髪をシャンプーしてくれていたとき、お客さん、頭小さいですね。大型犬洗ってるみたいです。はい。なんか、このコーナー、美容院系多いね。なんかそうですね。なんかそういう時、なんか困るんだろうね。美容院で困ってる人、やっぱ多いんじゃないですか。うん、なんか。これはちょっとでも、その店員さんの、まあ、ジョークというか。ジョークだね。ね、だからまあ、それに対しての、リアクションとしては。頭小さいですね、大型犬みたいって、意味わかんなくて。意味わかんないよね。もう洗ったことないしっていう。大型犬の頭ね、あんま握ったことないからね。ないですね。小型犬の方がちっちゃいだろうっていうのもありますし、ね。まあそうだけど、うん、リアルに言うと、うん、顔ちっちゃい人と同じくらいの頭が大型犬なんじゃないの？何？大型犬。ああ、まあでも、うん、ね、うん、大型犬にもよるよね。そんなんかもう、土佐犬とかでかいしね、頭も。うん、しかも、これ言われて、なんて返していいかマジでわかんないですね。わかんない。うん、あ、そうですか、ありがとうございますも違うよ ね、 もう違うんですよね。大型犬に例えられてるからね、うんうん、もうやっぱハイ、ハイ物件ね。ハイ物件か、ハイ物件だな。仲良くなりたいさんです、うん、すいません、写真撮ってください。何枚か撮った後スマホを横にして何枚か撮ってもらえますかに対して、はい。あ、なんだでしょうね。なんでどっちも撮るんだろうね。分かんない。縦でも横でも撮るよね。どっちかしか使わないんじゃないのって。うん、そう、なんか要求する人もいますね。あるあるで。うん、あと、居酒屋とかで、もう俺毎回思ってたあるあるというかなんだけど、緑茶杯の方って言って、店員が後ろいるのに、自分が緑茶杯頼んでんのに、全然もらわないやついるじゃん。俺すげえ腹立つんだよね。はいって言わない。うん。なんかその会話に夢中かなのか分かんないんだけど、店員さんが来て、この生ビールの方っつって、もうお前だよっていうのに、そいつ気づかないやついるじゃん。なるほど。で、誰かが、お前生ビールほら、ちょっとああっていう。あれはもう、はいとかじゃなくて、なんか、もらえよって思う。違うじゃん。全然関係なかった。違うじゃん。違ったな。全然関係なかったです。うん、脱線ってやつだね。ただ腹立った話。ただ腹立った話。なんでこいつもらわねえのって、いつも。続いて、ラジオネーム、タカトムさんです。美容院に行った時に、うん、チャラチャラした美容師が必ず聞いてくるあのつまらないお決まりの質問。あれ今日お仕事お休みですかと言われて、はい。美容院のコーナーじゃん。チャラした美容師が言ってくるこれ。あれ今日お仕事お休みですか、ああ。はい。だったらっていうことか。だったら何なんですかっていうことですね。そうですね。それ以外で。休みですか、いや休みじゃないですけど、ちょっと今中空きでとか、この後ですなのか、ね、夜からですとかなのか、もうそれ一回把握したいんだろうね、その今日のスケジュールを、そこからトークを広げていきたいと。なんかスケジュールって聞かれるのってあれじゃないですか、なんか
グッてきません、ね、なんか一旦あの美容院の方以外でも答える前に明日何ってさらっと聞かれた時になんか、なんで言わなきゃいけないみたいな、そうだね、説明も長くなるしとか、なるほど、そうだね、なんか明日何かあるんすかみたいな、すっと言えないね、それはなんとなくあるかもしれない。やっぱこう先手が多いね、病院の方はね、こっちが喋ってじゃなくて、だからハイになっちゃうんだろうね。そうか、コミュニケーションを取っている、取りたいってことですよね。だからやっぱ静かに切ってもらいたいと思ってる人はめちゃくちゃいるからね。まあそうですね。は受け身になると、もうこういつかハイで終わるよね。だからね、これはそうね。うん、やっぱ美容師ネタ多いな。多いな。ラジオネーム、すごいよますみちゃんさんですね。コンビニのレジにて袋お願いします。かしこまりました。ピッ、ピッ、ピッ。袋使いますか？はい。あ、忘れてたの？うん、お願いしますって言って。あ、一回ね。うん。まあね、袋、本当に面倒くさくなったね。まあ、しょうがないけどね。そうですね。袋はマニュアル通りに言ってると。あ、そっか。うん。だから、最後に聞くっていう、もう、そうですね。ルーティンになっちゃってると、聞いちゃう。店員さん。っていう店員さんも、はい、なのかもしれない。先に言われてもっていう感じなのかな。いや、そうなんですかね。まあ、いろいろなパターンはあると思うんですけど。ね。LINE ばっかりやってるから、普段、ショートメールでやり取りするときあるじゃない、人と。その電話番号、ショートメールで。で、なんかその、ショートメールで、なんか、これお願いしていいですかって言って、その後に、その人から多分電話がかかってきて、それでお願いして、もう1ヶ月前ぐらいに約束したんだけど、そのショートメールのやり取りだと、その電話の履歴が残らないから、そのことを忘れてて俺が。で、昨日、こっちから電話して、あの件ってどうなりましたって言った時に、はいってなって、マジでこのはいだったんだよ。それで、いや、僕、返信がないんでって言ったら、いや、電話で、あ、そっか、ごめんなさい、電話でやってました。LINE だと電話のマークが残るから。そうだね。それマジで。忘れちゃうってことあるかもね。マジで本当のこのハイだったんだよ。何こいつかけてきてないみたいな感じで、うん。昔には考えられなかったよね。考えられない。電話で確認したらもうそれで終わりだったから、ね。そうそう。確かに。残らなくなるからね。そうだ。いろいろあるよ。うん、さあ、あ、軽トラのるおさんです。はい。お使いで頼まれた牛乳を忘れずに買って帰り。うん、ちょっとだけドヤ顔で、ほら牛乳と渡しました。すると、これ牛乳じゃなくて加工乳じゃんとキレられました。はい。わかんない。今ね、いろいろ出てるよ。わかんない、ね、これ。低脂肪乳とか。知らないよ。いっぱいあるよね。そう、なんか成分が何パー以上が牛乳でとか。なんかね、そうそうそう。そうなの？あ、なんかいろいろ振り分けがあるんですよね。なんかね、違うんだよね、うん、そうなんですよ。だから料理に使いたい場合とか、本当の、まあ、牛乳とか。それは、ちょっと説明。そうですね。でね、パッケージももうね、いろいろありすぎて、これ牛乳なのかなっていうようなのが、普段飲まないけど、たまに使うときに、冷蔵庫の中にな、これなんだろうなって、ヨーグルトなのか牛乳なんか、ジュースにも見えるしな、みたいなのが置いてある。分かってほしい。巻き方が違うのかな。いや、分かってほしい。入ります。はい。そう。はい。無駄なく巻いて。芯もないです。あ、そのロールの芯もなくて、そう。もう全部紙で。きっちり包み巻いてんだ。交換するのめんどくさいからね。まあ、ね交換するのもですけど、うん、その収納しやすい。うん、あ、そっか。まあ4ロールでそんな柔軟します。ナイツ、The Radio Show。長寿食品です。特保ではありません。これは食欲の秋にはぴったりだね。実はこちらの商品、ターミナリアベリリカ由来、没食脂酸という成分が含まれています。肥満気味な方のお腹の脂肪や体重を減らすのを助けて、高めの BMI が低下するのを助けるくださいね。詳しくはターミナリアファーストで検索。はい、ともさんという方からメール来てます、はい、ジロジロ有吉で、
極狭、激狭3畳物件のロケに那須さん行かれてましたが、部屋に入られ、入れられず、玄関先に大型冷蔵庫がドーンと置いたままの住人にダメ出ししていました。ね。何ですか、極狭物件シリーズ。はい。で、ありますね。大体3畳プラス上にロフトがある。うんうん、で、まあコンパクトでスペースを、まあ有効活用している皆さんのところにロケに行ったんですけど、あるお宅は、その、狭いプラス、狭いっていう見える前に、玄関にもう冷蔵庫、大型の家族用の冷蔵庫が置いてあって、中入れないですよ。だから一旦、その、シャワー室みたいなの、ちょっと体入って、そう、自分はもう無理だったんですよ。入れなかったんですよ。でもその、家主は、まあちょっと細身の方で、まあグイーってこう、わずかな隙間を塗って、一回切り返すんですよ、そのシャワー室。うん、入って、で、ちょっとこう、隙間にこう、入り込むみたいな。もう思いっきりその動線にあるわけです、ね、動線です。もう目の前、もう塞がって。他に置くとかないわけでしょ、狭すぎて。ないんですよ。なんだそれ。いけるっしょってなったんですかね。いけるっしょ。いけないっしょ。いけなかったっす。自分はいけなかった。もう完全にもう通れない。通れない。とかあるんだ。すごかったです。あのスペースがどうとかじゃないですよね。分かればよかったですけどね。この後は日本チャレンジドアスリートをお送りします。日本チャレンジドアスリート。この時間はアース製薬がお送りします。お客様のおや、ねえダーニン、話があるの。ダーニン、私とダーニンもう終わりにしない？ダーニンのこと今でも好きよ。でもね、私たまには一人になりたいの。ベッドで寝てても、カーペットでくつろいでても、ぬいぐるみを抱いてても、いつもダーニンがそばにいる。私がいるとこには必ずダーニンがいる。ダーニー、ごめんね。ダーニー、ごめんなさい。ダニとの同棲に嫌気がさしたら、ごめんね、ダーニー。ダニアススプレー。あ、財布にお金がない！という状況で真っ先に思い浮かべるべき場所は、ん？ローソン？その通り。ローソン銀行の ATM ならほぼ全てのカードが使えます。真っ先にローソンだ。さあ、ATM ならローソンへ。日本チャレンジドアスリート。この時間はトヨタがお送りしました。さあ、1時からお送りしてきました、日本放送ナイツザラジオショー、そろそろお別れのお時間です。はい、この後は辛坊治郎ズームそこまで言うかです。明日木曜日は我々ナイツ11時30分からのビバリヒルズから出演します。ぜひそちらからお聞きください。明日のラジオショーはゲストにタンポポの川村恵美子さんが登場です。そして来週からラジオショーは F 南南海放送でも放送開始ということで、来週は愛媛盛り上げウィーク、愛媛にゆかりのあるゲストが連日登場です。月曜はモグライダー、火曜は水田真嗣さん、水曜鴻上尚史さん、木曜ティモンディの2人が登場します。お楽しみに。やっぱり鍋が楽しみの季節になってきましてね。鍋いいね。かっちゃんもね、今話しておでん食べたいですね。おでん、ね、美味しいですよね。急に作りたくなりますね。不思議だね。気温がこれぐらいになると急におでんだね。おでん食べたいです。関西風がいいな。関西風ですか、あ、そうですか。おだしと、まあ、昆布か、向こうは昆布か、昆布と、塩と。具は変わんないの？具は変わんない。はんぺん、あ、関東のはんぺんですね。はんぺん、ちくわぶ、こんにゃく、大根、卵、あと卵焼きがめっちゃ美味しいです。卵焼きめちゃくちゃ美味しいです。卵焼きを作ってぶち込むんですよ。一旦卵、四角いもう卵焼き作って、とか、あと伊達巻きとか。伊達巻きめっちゃ美味しいです。へえ、はい、あと何だろう、まあ、つみ入れとかですかね。つみ入れとか、さつま揚げ。売ってないよね、コンビニでは。コンビニ売ってない。売ってる、売ってますよ。なんかあんま見てないですけどね。昨日ね、その打ち上げで居酒屋行ったの、はい、コンパス中島がもうずっと
おでんが最高のお店なんですよって、行こう行こうっつって、うんうん、おでんくださいっつったら、いや、まだですって言われて、ね、ね、まだじゃねえかっつって何だよ、おでんおすすめで行ったのに、そう、みんなおでんの口になってたからさ、うわ悔しいな、悔しかった、おでんとかカレーとかってもうその口になったらもう無理ですよ、ね、そうだね、ねじ曲げらんない、なんだろう、カレー、家でカレーの間さ、うん、外でもカレー食べたくなっちゃうんだよね、いやそうなんですよ、なんだろう、なんだろう、あれね、なん今話しててもうカレーになってるでしょ、なってます、なってます、食べたい、うん、食べたいです、チーズなんで、チーズなんで食べたい、あのチーズマトンカレー、はい、食べたい、あーチーズなんか、うん、チーズなんでマトンカレーって何言ってんだよ食べたすぎて食べたすぎて食べたすぎて言葉が遅れてくるからね、分かんないんだよね、伝えたいって思いだけが、ね、前に行くから、チーズなんでということで、はい、ここまでのお相手はナイツの土屋信之と、花の美雪とメープル超合金&ナッツでした、また明日。